ポニキャンアイドルクラブ、ポニキャンアイドルクラブ。おお、元気元気。今自分たちでやってる番組だから、この番組華やかだわって初めて思った。すごい、すごいね、いっぱいいる。めっちゃ豪華三段は、なんあ、こっち今 iPad で音が聞こえちゃってますね。時差がすごい。いや、時差が来てる、すごい。音が切るんですか。ありました、ボリューム切りました、ボリューム切りましたけど、なんかもう見た感じ、もう豪華三段ひな飾りみたいな感じだった。イエーイ、すごい華やかな。ポニキャンひな飾り、そうなんですよ。で、今日なんで、祭りはひな祭りではなくて、そしてあの高見さんがなぜか不思議な手の動きを見せるためのお祭りではなくて、今日は祝なんと100回目の放送でございます。このゆるゆる番組。すごい。そんなにやりました。そんなにやってるんですよ。すごい。ねえ、ってことで、あのその100回のうちはほんの数回あの遅れてきたりしてますけれども、はい、大体ほぼ全通に近い。どうも日本放送のアナウンサーの吉田ひなのでございます。いや、子さんやな。T.O. T.O. トップオタでございました。この番組の、ね、おっしゃる通りでございますね。この番組はですね。まあ、ポニーキャニオンという、まあ、レコード会社ありますが、ポニーキャニオンに所属するアイドルたちが、はい、ここあの虎ノ門に、いつもはまあ上にある新メディアスタジオ、はい、もっと言うと一番初めは別のビルにあったんですけどね。そうですよね、懐かしい、懐かしい。電野さんがいきなり来た、懐かしい、あったんですけど、移動してたな。そう、当時ね、移動したりとかしてたんですけど、はい、まあ、虎ノ門という土地は変わらず、地上波や CS ではできない、やらせてもらえないアイドルチックな企画を、にこやかにゆるっとお届けするアイドルとアイドルファンに優しい、まあ、例えばこうアイドルにこうあの激辛のものを食べさせたりとか、鏡を食べさせたりとか、電気でビリビリさせたりとかは決してしない番組です。ありがたい、やらない。ありがとうございます。ちょっと求めちゃうとこもあるけど、まあ、高見さん、それが美味しい人にはそれをやることもありますけど、はい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 、基本的にはアイドルに楽をしてもらう番組です。ありがとうございます。一生懸命したい、このタイプの番組でございます。はい、ということで、今日もですね、プレミアム会員限定放送もありますので、本放送終了後に、ぜひあの会員登録してみていただきたいと思います。で、あと今日は100回記念なので視聴者プレゼントもある。おお、うわー、なかなかしないのに視聴者プレゼント初めてではないかな。何回かしてる、まあ、でもね、この番組、記録を取ったりするようなタイプの番組じゃなくて、ですよね、100回っていうのもよく覚えてたなって思ってるぐらいですから、ですね、すごい、そう、ゆるっとっていうふうに言われてますけどね。はい、で、今日もあのそういうスタイルでやらせていただきたいと思っておりますはい、さあ、それでは、行きましょう。今日のアシスタントはこの方でございます。はい、ベイビーレイズジャパンの大江里香子です。よろしくお願いします。どうも、よろしくお願いします。ジッコスピッ、どれやろ、今日は映りがいいね。そうか、紹介がね、やったらね、映りがいいね。今日はね、映りいいんだよね、今日だけね。そうだ、今日だけ。そんなだからね、高見さんのね、ひな壇力とか書かれるんですよ、今ここで。いや、1列目に間違ってる。そう、ダメ、もう本当にないと。本当だね、本当だね、この集団の真ん中にいるのが絵にならないね。今日のイメージはライジンのコメンテーターなので朝比奈さんの枠を奪いたいと思います。ね、そして今日は新衣装ですね。今日のそうなんです、新衣装できました、ね、私たちのことはどうでもいいんですよ。私たちのことどうでもいいんですか、はい、そんな存在感じゃなかったですよ、はい、私たちを見てくださいっていう感じがする。後ででいいですよ、はい、ということで今日はベビーレ全員登場でございますが、本当に久しぶりでございます。お願いします。さあ、そして今日出演のアイドルの皆さんを紹介していきたいんですが、まずはですね、この後ドンかぶりでニコ生をやるというですね、はい、7時からやるって決まっている方が6時半からのこっちに来てくれてるんで、先にご紹介しましょう。アンチューレイブの皆さん、はい、どうも、邪魔か、はい、すいません、失礼いたします。あ、どうぞどうぞ。はい、皆さんこんばんは。せーの、あなた一緒に叶えたい天使な下克上、私たちアンチューレイブです。はい、くるみんこと渡辺くるみです。よろしくお願いします。はい、はるること立花はるかです。よろしくお願いします。はい、はい、リカモルこと佐々木リカです。よろしくお願いします。はい、アカリンコこと松脇あかりです。よろしくお願いします。はい、アリエルこと吉橋アリサです。よろしくお願いします。はい、ユアモンこと水野ユアです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。お願いします。すいません、それはいいんだけど、全員がアイドル挨拶してる真横の、すいません、あのガンビク真横ちゃんが素の顔すぎたんですけど本当に超素で映ってたけど、まあアイドルじゃないからね、バンドルですから、バンドルですからね。
もうしかも基本的にあの人前にこれだけ人がいつも集まっちゃうと人見知りチーム弱いですからね。いや本当ですね。ねえ、なみなみちゃんも私のことじゃないって顔しないの。まあというこの番組でございます。今日は、アンジュレブ来てくれたんですけど、はい、アンジュレブはこの後ニコ生19時からあるんですよ。そうなんです。すいません 裏かぶせました。いや本当です。失礼いたしました。大丈夫、あのポニーキャニオンってそういう会社だから大丈夫。かぶせがちかぶせがちとか、かぶったこととかに寛大、そういうタイプ。なるほど。そういうタイプ、でそんな、アンジュレイブは、はい、だから今お知らせをしてもうすぐ行かないと忙しいから、そうなんです。なんかお知らせだけさせてもらえよう、いいじゃないですか、ね、せっかく100回目についてどうもありがとうございます。ありがとうございます。はい、それではお知らせさせていただきます。アンジュレイブはですね、5月3日に初めてのミニアルバムリミエルを天使版打天使版2作同時リリースいたします。こちらの天使版に収録されているリトルピがですね、現在放送中のテレビアニメデジモンユニバースアプリモンスターズのエンディングテーマになっております。毎週放送中なのでぜひこちらチェックしてください。そしてインストアイベントをたくさん行っています。今週末はですね、名古屋と岐阜にも行かせていただきますので、詳しくはツイッターブログチェックしてアンジェレに会いに来てください。よろしくお願いします。お願いします。告知うまっ。本当ですか。めちゃうまい。めちゃうまい。読み慣れております。すごい読み慣れております。自分で書いてるので結構読みやすいですね。多分これに匹敵するぐらいうまい可能性があるとすると、おそらく浅野さんぐらいだと思います。確かに浅野ちゃん、今日は今女子アナ力が高いのはこの2人っていう。確かに浅野アナ、いつか対決させていただきます、はい、あ、女子アナ担当って各グループに1人ぐらいいる感じしますか。確かに、マナちゃん。え、もう座り方からして、待ってください待ってください、金髪のアナウンサーあんまいない。そこだけちょっとびっくりでしたけど、目指していきますか、金髪アナ。各グループに一人ぐらいずついるとすると、三ミュだと西園さんになるのかな。なんで笑っちゃうのとか。確かに、ミスアナウンサーじゃない、お母さんですからね。あ、まあ、そうか、そうだね、ママなんですよ。すごいよ、アンチ妻感すごいよ、人妻感がすごい。お母さん、高見さん、高見さん、半分以上悪口やから。嘘嘘嘘、せっかく褒めてるのにわざわざちょっと悪く言うのはなぜ。本当に、 あんま絡んでこないでください。やめてよ、仲良くしてよ。ね、いや、さっきあのミスに私と高見が一個下のことバレちゃって、バカにしてんだろってちょっと怒られました。え、逆に言えば年齢があの違うということが分かるまではダメ出しできなかったってこと。じゃ、なんか5人って結構あのグイグイ来るの2人が一番あの離れてたことに気づいて、多いと思って。上下関係には割とうるさいタイプなんですね。ミスズって言ったら怒るんですよ。怒るやろ。そりゃ怒るよって言われてる。さあ、そんな中ですね、アンジュレイブは残念ながら今日ここまで、本当、はい、早いですね。ギリギリまで。ありがたい。まあ、とりあえずじゃあ100回についてなんか一言、誰か言いたいことのあるとか言えばぐらいでいいよ、ぐらいで。うん、何でもいいですよ。じゃあ、リンゴちゃん、リンゴちゃん、私ですか。いやー、すごくおめでたいと思いますし、こんなあの記念すべき100回目に出演できて嬉しいなと思います。普通のことしか言えない。だったらなんで19時からやるんだ。申し訳ない。あ、まあね、そうね。レギュラーとか、レギュラー通過、結構決まってるんですよね、リズムね。そうですね。はい。こっち側、こっち側、何度も。あのちょこちょこ見ていただけたら幸いです。携帯2台持ちの人とかどっちも見てもらえたら。あ、そうね、携帯2台持ちとかパソコン2窓とか、そうしましょう、ぜひ、ね、裏で何があったかぜひ逐一報告してください。お願いします。お互いに報告し合いましょう。と、いうことでアンジュレブの皆さんありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、すごい、ボケツっていう今のコメント、デフォコメント、ボケツ、可愛いから許すっていう三段活用。三段活用になりましたね。赤いリンゴちゃん、髪の毛長かったですよね。ね、思ったら髪切ったと思って。なんかね、ちょこぶになってる。フォルムが、頭の部分の頭部のフォルムがリンゴっぽく実際になっている感じがちょっと。いや、違う、多分俺思っただけだからね。オフィシャル展開コンセプトにすごい寄ってくな。大事ですもんね。あ、すごい、二窓のために早引けした人がいるな。素晴らしいな。二つの窓で今日わざとこの後ニコ生見るために会社休んだ人がいるんでしょう。さすが、ね、どっちかタイムシフトとかいう手もあったよね、きっとね。あ、今提案しておきます。どっちかタイムシフトの手もありです、はい、さあ、それじゃあいきましょうか。じゃあ続いては、あ、まだ自己紹介してなかったんだけど、はい、ベイビーレイズジャパン。あ、そうか、はい、どうも。マナチです。レイちゃんです。ナオスキです。リコピンです。リアタンです。一緒にベイビーレイズジャパン、よろしくお願いします。いやー、来られたかと思った。今度は
ね、ただ自己紹介の時に後ろでまゆこちゃんがちっちゃくジャパンやってましたよ。そうなんですよ、友達なんで、ね、お友達っていうか、お友達なんでっていう、あ、お友達ジャパンでいいんですか、それで。お友達ジャパンで普通に友達言葉の響きがご長寿ジャパンみたいな感じでよろしいんですか、じゃあお友達ジャパンなのね、はい、やってくれている。そうなんです、はい、でそしてベビーレ的に言うとあれですよね、この間日比谷野音で、はい、ありがとうございました、来てくださって、ありがとうございます、皆様ありがとうございます、ありがとうございます。そして今大谷さんがね、あのミューコメプラス水曜日もアシスタントやってくれ中なので、この二人見たことある、うん、いやないよ、何やろ、何やろ、いや言いましょうか、言いましょうか、俺たち映像なしです、マジで来てよ、バレちゃった、バレちゃった、どうした、高見さんしばらく見てないうちに、はい、あ、なんだろう、あの腰が安定しすぎているんですよバラエティーの、本当ですよね、でもここやったら自由にやらせてもらえるんで、とりあえず構うとっていう精神すごいですね、とりあえず構うぞ、構うとっていう、球打っていくのは重要ですよね、確かに。そうです、でその一方で、あの渡辺さんは何ら変わらないというのがすごい、はい、いつも通りですよ、いつも通りね、私もずっと何も変わってないです、そう、今日昔の映像とか今日流すんでしたっけ、お、流す、流さない、流すかも、流すかもしれない、いやー、あ、そうするとじゃあどういう風に変化したかしてないかが分かるという、登場ねえですよ、ずっとずっと変わってないですよ、1回目からね、出てくれてますからね、ちょっと髪伸びたぐらいじゃないですか、あのちょっとじゃ済まないと思うねでもしかも伸びたものは結構切ってると思うよ、うん、変わってないよ多分、切ってますね、切ってると思う、この間行きましたよ、美容院、美容院行きましたか、はい、突然この間の話になってますよ、ヤオン前に切っとこうと思って、そうだね、でも誰も気づいてないんですよ、ヤオン前に、はい、続いてはいるけれど、指摘するまでもなかったんじゃないですか、ね、あ、確かに、実はそんなに切ってないのかもしれない、それは何だ、ちょっと美容院に行った時に、美容院がコメンテーターではない、この中身のなさでは次の仕事来ない、おい、カメラマンさんも動揺しちゃうんだけど、今日ね、あとね、みんな気づいてないかもしれないけど、もうすでにさっきあのアンジュレブが挨拶した時にこれ落ちてる、そうなんですよ、私思ったんですよ、手作り感、手作り感でやってます、待ってよか、俺なんかアンジュレブさん30分しか入れへんのにガタガタしすぎるからみんな俺あのなんかこう仮装大賞の人みたいにずっと何番、ヨッピーさん履いてますかみたいな、言います、履いてますか、なんか美声のコンテストで賞金もらった人みたい、あ、美声コンテスト、あえてやろ、すいません、コンテストで賞金持ってもらった人みたいで済むのにわざわざ美声使う、はい、変わってないですね、ね、変わってないですけど、はい、でベビレの野音行った人いるんでしょ、他にも、まゆこちゃんの他にも、あ、浅野さんが行ってる、行きました、あ、野音はむしろ行ってないの、まゆこちゃん、あ、行けてないんだ、そうなんです、そうか、いや、炭鉱部賃がいたからいるかなと思ってたんですけど、あ、そうです、来てくれました、行きままだったんです、あ、行きままだった、ただ他にちょっと自分ライブ入っちゃって、うん、いや、いいんだよ、仕事だよどう考えても間違ってない、頑張ってって LINE しました、そうです、来ました、おお、私のところに、え、なんかスタンプとか使う人ですか、え、めっちゃ可愛いですかね、スタンプ、え、マジで知らない、知らないか、みんな、なんで知らないか、なんでそれ常識、知らないか、それが常識な理由がないんだ、私はもうそれがベースにあるから、普通に、うん、普段は可愛い人だという、めっちゃ可愛いですし、うん、料理もめっちゃまめにしますし、おうおうおう、あとスタンプ、そうですね、 LINE、うん、のスタンプがめちゃめちゃ可愛くて、いつもなんかウサギとかなんかクマーみたいなの来るんですよ、そういうの選ぶの、クマーで、だいたいハートついてます、へぇ、私の分、あら、それを聞いた瞬間にあやきちゃんがちょっとなんか苦笑いしてるんですけど、いや違うんです、あのウサギとかクマなんですけど、ちょっとなんかキモ可愛い系なんですよあ、そういうことか、リカ子には可愛いの送ってんだよ、しかもハート使ってないから、そう、あ、やっぱ、あ、なんかやっぱお友達ジャパンとは格差があるの、ね、違うんですよ、私の中でリカ子はめっちゃ可愛い後輩なんですよ、そうなんです、これツインテール組の後輩、別にそういう感じか普通にね、こことかもどうでもいいですよ、もはや、ここっていうのはすみません、高見さんに対して今言ってますか、違います、あのこの人はあの LINE しません、あ、LINE しません、はい、あのよ、それ後輩より よりひどい話です、横の人とか、なんていうんですか、あのあまりそのちゃんと話を盛り上げきれないんで、私この人に対して、私が、あ、私ナースケね、あ、ナースケは LINE がめっちゃ下手なんですよ、めんどくさい、返信がめっちゃしょうもないんで、あんま LINE しちゃう方が、 LINE が下手、 LINE が下手ってある、高見は私会いたいんですよ、めちゃくちゃ、あ、会いたい、なるほどね、喋った方がいいんだよね、そう、なるほどなるほど、喋りたい、ね、LINE には向かない、喋った方がいいタイプ、喋るのが向いてるタイプね、そうね、そして浅野さんが見に行った、はい、行きました、お、
そう、今初めて知った。ご挨拶に伺おうと思ったら、私迷子になっちゃって。え？あ、やめ。ちょっと、どうやって迷子になるの？帰り道というか、なんか帰る時に、うん、言っていただいたんですけど、うん、迷子になっちゃって、どうでも帰ろうと思って。ちょっと待って、だって会場でしょ？はい。あの会場、ヤオンテ、左行きゃいいんだよ。いや、左ですか？そうですね、そうですね。そうなんですか？そう。なんか、人混みがすごくて、うん、あー押し流されて帰る。あ、そうなんや。会いたかった。そうなんですよ。じゃあ挨拶はしないで。挨拶はしなかったんですけど、うん、さ全員分にお土産をくださって、 そこまでしてたのに。そうそう、みんなちゃんと受け取ってるよ。うん、もらってるもらってる。ちょっと待って、その分配の方法としては浅野さんが、はい、誰かスタッフの人とかに預けたってこと？事務所の方に。事務所の方に預けて、はい、で、林さんにはじゃあ渡ってる。林さんというか、もう全員もらってます。全員渡ってて、ただ、うん、反応がちょっと違うんですよ。3人は知らなかったんじゃないですか。知らなかった。おきぐちちゃんって聞いてて、え私はおきぐちちゃん来てくれたんだって。びっくりした。今息が切れた。びっくりした。ライブ行ったこと言うの恥ずかしいんかなと思って。そうね、そうね、なんかの仕事断って行ってたりするかもしれないですね。そうなんです。つぶやいてくれてたんだよ。すいません。じゃあ、まあ言ってたのは浅野さんで、で、沖口さんはそれは、沖口さんはもう全然何もやってることも、あ、実は気づいていなかったみたいな。いや、それは気づいてはいたんですけど、うん、ちょっと用事があって行けなくて、うん、浅野さんだけ行ったんですけど、浅野さんだけ行ってきて、はい、ありがとうございます。じゃあ、まあ重要なのはそのお土産も重要なんですけど、はい、その見てどう思ったかですよ。いや、すごかったですよ。おうおうおう、わ、もうなんか感動としか言えないです。お、ありがとうございます、うん。おう、なんか本当に女子アナっぽくなってきた。コメントの切りやすさというか、食レポみたい。食レポみたい。食べてないか。まあでもね、マジパンもいつかやるかもしれないですからね。本当ですよ。ね、うん、すぐ、うん、楽しそう、面白そう。うん、やんでやってたら、うん。という、まあそんなですね、あれ、ベビーレズジャパンの今挨拶中だよね。あ、そうです、そうです。時間かかるな、今日も。はいはい。じゃあ次行きましょう。じゃあ続いては、サンミュー行きましょう。はい。私たち純白アイドル、サンミューでーす。ゆる、こんなもんじゃないですか。お願いします。そうそう、だってこの番組、ベビレがいつの間にかテントントーンってやってましたけど、もともとああいうタイプで構わないんですから。でも、もうちょっとなんかサンミューですみたいなやってたじゃないですか。確かに、手抜いてんのか。確かに、手抜いてる。今日はちょっと2人バージョンなんで。あ、2人バージョン。2人バージョンと傾かんのね。2人バージョンは傾かないの。何人から傾き始める。多分本当は傾くよね。本当は傾きます。2人とも今日はまあ傾きは省略してもいいかなみたいな。タイミングが合いませんでした。別のタイミングで、あ、もうだからお互いやらなくていいかなって思った。そういうことね。別バージョンにしてみました。別バージョン。じゃあお一人ずつ自己紹介いただいてもいいですか。はい、みすこと西園みすずです。こんばんは、はい、どうも。ママ。はい、セニャンこと新原瀬奈です。よろしくお願いします。セニャン。番組的には何か近況ってあるんですか。この4月こんなことがあったみたいな。近況ですか、うんうん、3月にリリースがあって ね、それが一番激しかったんですけど、リリースがしかったんだ。1年半ぶりのリリースだったんで。そうだよね。そこからね、うん、今は今日西原さんっていうユニットできたんですけど。そうだね。歌うまね。もう今週末に2人でライブがあって、うん、今日はそれを一番言いたくて2人で来てみました。告知か。しかも告知、なんだろう、ある意味にゅるっと入ってくれてみたい。とてもうまかったかもしれませんけど。あ、本当ですか。その西原さんに対する何か思い入れとか聞いてからじゃないと響かない言葉。うっそ、何か思い入れ、思い入れ、思い入れなんかあるでしょう。確かに。なんかでもグループでいるとセナちゃんとはあんまり、うん、近くないんですよ。あら、どういう意味。マミリンやもんね。距離で、そう、マミリン、マミリンなんで。あ、そうね、うん、年齢も多分一番離れてるので。あ、そっか。そうなんですよ。そっか。なんですけど、確かに前回来た時にこう新原さん の野田さん愛がちょっと深すぎて、みんながちょっとニヤってなる。本当に。いや、私たちでさえちょっと引きますもん。あ、2人の熱々っぷり。なんかもうツイッターとかで一緒に暮らしてるんですよ、寮で、うんうん、で私の今膝の上で寝ているこの可愛い生き物はみたいな、意味わからんツイートしてる。好きやん、めっちゃ好きやん。私、高見さんと一緒に住んでてもそんな思ったことないで。ほんまに。あれ、高見さん、あれなんか寮に5年間住んでるんでしたっけ。私らも5年間住んでる。そうなんや。5年間住んでて、膝の上で寝られたこととかは別にないありますけど、あるほんまに
どいてっつってマジの嫌がりが出ますね。普通に嫌がっちゃってるか。普通に嫌がるんですよね。そうか、なおちゃん結構そういうことするんですよ。え、なんすか今ね、指示が入ってる瞬間にこっちのディレクターから、あの放送作家さんからの指示と、ね、あのこう渡辺さんのワンダーな話と両方同時はなかなか難しかった。もう一回言ってもらっていいですか。なおちゃんでも結構そういうことするんですよ。なおちゃんでも結構そういうことするんですよ。あ、ちょっと待って、獣フレンズみたいになってきましたね。今俺なんか翻訳しなきゃダメだよ、ね、すごい、膝枕ね、膝枕しがちね、膝枕しがち、はい、意外にじゃあ甘えられてる人がいる。甘えん坊なんです。甘えん坊、あ、そうなの。え、デンヤさんは甘えられる方ですか。あの甘えられますね、高見。あ、なんか突然あのひな壇の方がやりづらくなってらっしゃいますけど。いや、言うなよみたいな。そうですよ、マジで。プライベートだと、昨日とか映画を見てたんですけど、寮にいる友達とこうやって見ながら、そう、全然手繋ぐんですよ。ちょっと怖い。で、それをされた瞬間のちょっと怖いなんか見た目とのギャップがちょっとひねひどいね、ひどいよね、ひどいってギャップがすごい。ギャップがね、可愛いって思う人と、え、それだと引くっていう人に分かれるってことなんですけど。あ、なるほど、悟りの後でぶっつぶそう。あ、久々の手をつながれた林さんはどう思ったのか聞いてみたいですけど。あ、嫌でした。フリーにしといてくれと。そうか。まあでもそれぐらいじゃ済まないぐらいのなんか熱々っぷりをまだ披露しているのでしょう、きっと。すごい、うん、すごい。さて、じゃあそれでは続いて、ガンビク久しぶり、頑張れビクトリー、お願いします。自己紹介します。はい、私たち佐賀県唐津市出身、絶対生音主義バンドルの頑張れビクトリーでーす。頑張れ、あの頑張ってほしいってなる気持ちはすごくわかるけど、もう一つ気になるのは、あのレナちゃんなんで一段下がってるの。あ、椅子足りなかったんですよ。こっちもういいよ、アンジュレいないし。あ、確かに今、ね、うん、レナちゃんライトも当たってないですからね。そうだから、レナちゃんのその控えめな性格がそこ出ちゃってますけど。はい、じゃあ一人ずつ自己紹介どうぞ。はい、ボーカルのあやきです。はい、はい、ギターのレナです、よろしくお願いします。おい、ギターの南です、うん、はい、ドラムの真由子です、よろしくお願いします。自己紹介中に疑問が差し挟まれてて珍しいパターンだったんだけど、何か疑問があったのかな、自己紹介することに。いや、なんか普通になんかよろしくお願いしますって言って渡されるのかなと思ったら、なんか超雑に。そうね、単に南です終わりましたからね。ギターの南です。なんであれでも今日ってさ、人見知りするようなメンバーもういないでしょ、南ちゃん、うんうん、いないけど状況自体にあんま慣れてないってこと。何がですか。あ、これ受験中です、受験中です。この状態にあんまり、ほらいつもと違うスタジオだし、なんかステージって感じもするし、ね、やっぱりちょっと1階に降りてきちゃったんで、うん、地に足がついてるとちょっと冷静になるかなって。あ、人間じゃないですよ、基本的に。あ、基本的にみなみちゃん自体が人間の言葉を喋ってると思わない方がいいってこと。あの、地に足がついてないっていう状態なんで、いつも。そう、あ、そうか、いつも地に足がついてない状態を、はい、で今もうふわふわしてる感じなのを僕らと違う言葉遣いで使おうとしてましたもんね、逆の意味で。あ、やめてよ、かわいい。ねえねえ、これあの、いや、かわいいと撮ってもいいが、しょうもないなって撮れても両方の感想はありえますけどね。じゃあ、ガンビック的にはしばらくここ来てなかったですけど、ライブいっぱいやってたってこと。いっぱいやってた。ライブじゃないの。もうあったんですけど、うん、まあちょっと、まあ、アルバイトとかもあるので。あ、アルバイトも忙しかった。そう、なんかいろいろごちゃごちゃ入っちゃって、うん、リハとか、うん、やってたらいつの間にか月曜が終わってました。いつの間にか月曜が終わってて、うん、あ、アイドルクラブじゃねみたいになって、うんうん、あーって。え、ちょっと待って、ガンビクのさ、あのアイドルクラブに来る方法って、バイトのシフトが空いてた時に気分が向いたら来るっていう。そういうわけじゃないですよ。まあそれぐらいでいいんだけどさ、うん、なんかやっぱショーシフトが合わなかった。シフトって大体1ヶ月前に決まるんですよ、うん、バイト経験者から述べると。まあ、あ、そうです。そうね、アイドルはバイト経験しない人も結構多いですからね。いや、そうじゃない、うん、だから、そう、バイトって大体1ヶ月前に決まるんで、うん、アイドルクラブこう次こういつだよって言ったら、え、やばい、バイト入ってるみたいになって、じゃあ出れる、ちょっととりあえずレナとかミーとか、その出れる人行ってこいみたいな感じで突き出される感じです、うん、じゃあ本当にあのガンビク内でバイトと同じ扱いでシフトが決まったいや、それぐらいがいいんです。そうですね、それぐらいであってほしいんです、うん。じゃあそれでは続いてマジパン行きましょうか。マジパン、はい、はい、皆さんこんばんは、私たちマジカルパンチラインです。
はい、久しぶりに5人揃って登場なんですけど、あ、すみません、そうなんや、あの前で、あの、あのうつ伏せになってるあのこう渡辺さんが阿弥陀羅王女みたいな感じになっちゃうんですか。すごいな。それはエクソシストです、阿弥陀羅さんとはちょっとまた別のものですけど、スターウォーズのことはいいとして、マジパン久しぶりの5人揃って登場。はい、ね、はい、うん、じゃあ一人ずつ自己紹介いきましょう。はい、マジパンのメルカミチス最年少のリーナこと小山リーナです。よろしくお願いします。どうも、大人なってる。はい、マジパンのメルク勉強中のマイペースひまいこと清水ひまいです。よろしくお願いします。ありがとう、イエローサニーライト。イエローサニーライトです。イエローサニーライト、前回自分でそう呼んでほしいとおっしゃってた。はい、マジパンの魔力コントロールナンバーワンのあんなこと浅野アンナです。よろしくお願いします。イエローサニーライトとの雰囲気の違いたるやはい、マジパンのマルカ強めなリーダー佐藤レナこと佐藤レナです。よろしくお願いします。よ、久しぶり、お疲れ様。久しぶりです。どうも、そしてはい、マジパンの魔力は豊富なオチ担当ゆうなこと木口ゆうなです。よろしくお願いします。すごいすごい、なんでこんなに笑いが起きたのか分かんないんですけど、ほらほら、鼻が、鼻詰まってない？詰まってないですバカにされてる。違えてるね、これ違えてるんですよ。私も思った、私もオーディションやってて、そうなんですよ。オーディションの時にこの声だから鼻詰まってるかわいそうだなって思って全然これが地声、鼻詰まってる声が地声なんですよ。1週間後くらいに気づいた、それあ、この子地声なんや、地声だ、そんな風に思われた。鼻詰まり声で今日も頑張ります、頑張ろう。花粉症とかでもないの？いや、花粉症もあるんですけど。花粉症でもあるんだ。でもなんか年中無休で鼻詰まってるんですよ。鼻じゃないじゃん、それも。あんまりなんかその鼻がスーって息入ったことないです。かわいそう。この辺でいつも止まって、うん、細くなって息が入ってくるんで、こう鼻じゃない、鼻ではないものがついてる可能性がある。そうかもしれないです、気づいたら。そうなんだ。でもアイドルだとさ、歌って、はい、しかもこう踊るから呼吸大切でしょ、うん、大切。なんかよく口が開きます。ああ、そうなんです、口が開いちゃうんですよ。それが今悩みです。あんまり、そういえばあれ、口閉じてる感がない人が割とマジパン混ざってる。そうだよね、今俺もそ、ちょっと清水さん、そういえばあんまり口閉じてないなって気が。私も口私もなんかもう鼻詰まってて日本語が喋れないんですよ。ああ、なんか、うん、滑舌が悪すぎて、うん、なんか何ぬねのが言えない。何ぬねのが言えない、何ぬねとか言えないですよ。ね、またね、お隣がすごいはっきり発音されるだけにね、またね。あんちゃん、何ぬねの、何ぬねの、ほら全然切れ味が違う。アナウンサーの方がいいんじゃん。切れるね。さあ、そして、最近久しぶりに、はいはい、あの佐藤さん戻ってきて、はい、ね、戻ってきてマジパンなんか馴染んだ感じやっぱある。なんか、うん、何ですかね、マジパンダって感じです。あ、マジパンダっていう感じ。マジパンダっていう。結構年下メンバーなまってた。うーん、なんだろう、なんか身長が伸びすぎててみんな。そんなに休んでないで。でもこれ本当に、あの、私最初は私よりもみんな結構低かったんですよ、うん、もう多分ファーストの衣装入んないんじゃないかなと思うんですよ、こっちの3人とか。ちょっと待って、じゃあ小山さんは何センチ、マジパン入ったから何センチ伸びたとかある？マジパン入った時多分157ぐらいで、もう結構大きかったね。今161です。4センチ、すごい、本当にアイドルやってる最中に4センチ伸びる。でも清水さんはもっと伸びてそうな気がする。ひまちゃん、私163で、うん、最初オッキーと同じぐらいっていうか同じだったんですけど、うんうん、今167、8ありますね。高いんですよ。マジで。大家さんびっくりしますね。びっくりしました、うん、はい、なんか伸びてるとは聞いてたんですけど、167ってベビレの誰よりも大きいですし、うん、やったすごい、モデルさんみたいだよね、もうね、うん、でヒールも履いてますもんね。はい、ヒールあります。70ぐらいあるんじゃない多分今、うん、ヒール履けばもう超えてると思う。という成長期のマジカルパンチラインでございますが、うん、はい、で、今日はですね、さっきちょっと話をしましたけども、100回記念の視聴者プレゼントもあると、はい、うん、いうのをお伝えしておきたいと思うのですが、さて、じゃあそれに関してはここで説明しましょう。はい、あ、じゃあ大家さんに持ってもらっていいですか。はい、はい、お願いいたします。はい、そうなんです。まずは、集合チェキ、さっき撮ったやつですよね、じゃない、これから撮るやつ、はい、なるほど。じゃあアンジュレは残念ながらなしのバージョンかな、うん、ですね。そして、T シャツに関して、各グループからサインをいただきました。
ベビレ、マジパン、サンミュー、ガンビク、そしてアンジュレももらっているということですので、はい、各1名様ずつです。で、応募方法が次に書いてあるのかな、はい、はい、応募方法はツイッターでの応募になります。ポニキャンアイドルクラブの公式ツイッター、あるんだよ、知らない人も多いと思うけど、ね、あるんだよ、ちゃんと。で、こちらをフォローしていただいて、で、さらにですね、ポニキャンアイドルクラブ公式ツイッターで、あ、もうちょっと待って、次、あの公式ツイッターでツイートされている6つのプレゼントのツイートの中から欲しいプレゼントをリツイートしていただきたいと思っております、はい、で、いわゆる公式リツイートじゃないとダメね、引用リツイートだと分かんないこともあるそうですので、6つ全てに応募しても OK ということですので、はい、はい、ぜひお願いいたします。お願いします。そして、応募期間はたった今から、今週日曜日の4月の23日、23時59分まで、当選された方には、はい、いわゆるダイレクトメッセージというのがツイッターにはありますが、こちらで連絡した後に発送をさせていただきたいと思いますので、まあ、フォローして、この応募の時だけとかだと連絡取れなくなっちゃうんで、フォローはし続けてください、たくさんのご応募お待ちしておりますと。お待ちしてます、よろしくお願いします。あとすんげえごく一部にヨッピーのサインティーはって人がいたんですが、それは今日の夜のミューコンプラスとか聞いてください。ラジオの方でやりますんで。じゃあそれじゃあそんなところで今日の1曲目いきますか。はい、はい、はい、じゃあ1曲目は今日はベビーレズジャパンの、はい、新曲の PV、 新曲の衣装なんですよね。はい、はい、新曲の衣装です、ね、はい、はい、踊ってます。曲紹介お願いします。はい、それではご覧ください。バキ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 、ベビーレズジャパンでとかないんだ。バキバキ、まあでもあれでしょ、 YouTube とかで見られるのはフルではないんだけど、いや、じゃないです。あ、そっか。でも最後に何かあるので、ぜひ
ちょっと CD を手に取っていただいて、うん、最後まで、うん、はい、やっぱり買ってほしいです、うん、CD じゃないと、あ、 PV 入りバージョンがあるんですね、はい、じゃないともう見れないです。ですって、でもどこかしらでもあります、フルが。そうなの？だからちょっとビビレが出る番組は全部チェックしてほしいなって、うん、ああ、そう、最近ね番組始まったりしたもんね。そうなんですよ、ね、そう、という告知上手のベイビーレイズジャパンだったんですけど、はい、では続いての告知というか、さっき あのプレゼントの T シャツ、こんなのが実物ですよっていうのをやっぱりお見せした方が、これ代表的に僕代わりに今アンジュレのもの持ってるんですけど、はい、アンジュレ以外のグループも、じゃあマジパン見せてもらっていい？はい、はい、マジパンは広げりゃいい、まあね、確かに広げりゃいいんです、うん、広げておきましょう。下に書くタイプね。下に書いてあるタイプ。三名も書いてもらってます？もらってます？はい。西原さんね。今日ちょっと2人しかいないんで、最後2つしかないんですけど。うん、まあ、ある意味でも西原さん T シャツでしょ、今日ね。レア。はい。うんうん、はい、こちら。そしてじゃあガンビクは。はい。お、あやきちゃんが持ってた。見えてない、見えてない、なんか振っちゃうと救助を求めてる人みたいになっちゃう。 SOS なんか黄色がまた目立つしね。はい、そして、ベビーレイはどっか行きました？ないです。書いたんですよ。書いたんですよ本当に書いたんですけど、赤いのに書いたんだけど、はい、そんなことあるの？まあでもあるとは思いますが、はい、少々待ってください。後で見つかったところで見せたいと思います。はい、で、あと、あの、あ、すごいな、そうか、あやきちゃんが今こうやって持ってるのを見て、24時間テレビって言ってる人がいる。おー、確かに。そういや、そうだ。あ、時期だ。あと、あの、さっきコメント見てたんですけど、今日最終回って噂が流れてるの、これ。え？嘘や。少なくとも俺は知らない。私も知らない。知らないんで、多分大丈夫だと思うんですけど。うん、まあ、一応あのただこの番組ニュルッと始めてるんで、終わる時もニュルッと終わる可能性はあります。終わろうか、終わろうかという可能性もなくはないんですけど、はい、まあ、基本的にはアイドルはいつまでもいると思うな、その瞬間に味わっておかないといけないのがアイドルですからね。はい、じゃあそれじゃあ、とりあえず T シャツは、まあ、リツイートでもらえますんで、はい、フォロワーリツイートしてください。よろしくお願いします。お願いします。じゃあここから企画いきますよ。はい、今日100回目の放送の企画は、こんなタイトルです。ポニキャンアイドルクラブ100回記念っぽいアンケート&クイズ大会スペシャル。はい、今夜のポニキャンアイドルクラブはですね、放送100回を記念して、いつものアンケート企画をいつものようにやりたいと思います。いつも通りが一番。もうそう、あの、基本的にはこの番組凝ったことやらないからこそ素のアイドルが楽しめる。そうなんですよ。スードンでお召し上がりいただいてる感じです。美味しい、ね、スードンいいよね。でもう一つ番組を題材にしたクイズ大会もやりたいと思っておりまして、はいはい、こちらはアイドルの人たちが正解すると何かもらえます。なんだろう、高見さんから物欲が溢れてくる。やっぱライト当たってなさすぎて。ゲントマです。絵になるね、絵になるね。怖っ。じゃあそれでは最初のグループにまずはアンケートに答えてもらいたいと思います。はい、まずはですね、はい、放送100回にちなんだこんなアンケートです。じゃん。はい、今日で放送100回を迎えたポニキャンアイドルクラブに何か声をかけてあげてください。はい。擬人化してね。はい。そう、だから浅田真央ですよ。ああ、そうですよね。浅田真央っぽい。あの質問大変そうでした。てかさ、あれ見ててさ、大喜利だよね、あれね。もう あなたにとってフィギュアスケートとは何ですかって大喜利だよ。面白く答えなって思いますもんね。面白く答えなになっちゃいます。やめてあげてよって感じでしたね。やめてあげてよって思ってました。呼ぼっか、この番組に。ゆるい。いや、呼べないでしょう。いや、面白いけどね、来たらね。うん、じゃあ、まあ、とりあえず恒例がテーマでございます。はい、はい、なので、あの、質問としては、でもそのひどい質問ですけど、あの、僕らとしては別に面白いとこじゃないですから。そうです。気楽に答えてもらえたら言えばいいと思ってますんで、はい、まずはじゃあ大家さんからお願いします。はい、じゃん。100回続いてよかったですね。シンプル。確かに一言。本当にこれで、あの、1回目からベビレ出演させていただいてるんですけど、そうでしたね。うん、まさか1回目からこんなに続くと思ってなくて、うん、1回目の放送って自己紹介しただけで3時間ぐらいいっちゃったんですよ。だって全員いたからね。30人ぐらい、うん、1対1トークをずっと5分ぐらいやってたのかな。そうしてて、で 2,3 回目とか結構高見さんひな壇の一番後ろでよく目開けて寝てたんですよ。だいたい聞けて寝てましたね。あ、今否定のトーンで来たのに。そうなんですよ。こんなに全員
がゆるゆるというかなんかやる気がないのに100回続いてよかったなって、うん、そうね、だから頑張る方が続くってもんじゃないんだよこれ。そうですね、頑張って折れるよりはみんな気楽に、淡々と、まあ、そうですね、続けたいと思ってます、はいはい、なのですごい正しいメッセージだと思います。そうです。じゃあそれでは、渡辺さんいきますか。はい、いきます。渡辺さんはどんな声をかけてくれますか。よいしょ、今日の調子どう？いや、100回関係なくない？嫌な気がですね。今日の調子どうは難しい質問なんですよ。うん、これだってされたらどう？今日の調子渡辺さんどう？ぼちぼちでんな。儲かる時だよそれ。なんで関西弁？まあだからそれほど内容のある答えができないじゃないですか。うん、そうなんですよ。だよね。うん、あ、じゃあこれでいいと思いますね。ユートンはこれで。言われたことに全ての意味があると思います。はい、じゃあ小山さん行きましょうか。はい、ちょっとちょっとそこの君、そうだよ、そう君だよ君、放送100回迎えたんだって、すごいっす、パチパチ、これからも長生きしてね。どういうこと？今これ流行ってるの？うん、なんとなくあの敬老の日のメッセージ感じに、まあ、確かに参戦したのでこれからも長生きしてほしいなと思って。だって100回ですから本当に4年ぐらいやってるんですけど、うん、4年前で小山さん、おいくつでしたっけ？小6です、多分。小6か。ランドセル知ってました。ってことはリオトンと1歳とかしか変わらんのか。あ、逆ね、10歳じゃない？だって今14歳だよ。11歳だ。小4ですね。小4だね。小4だね。今全然違ったから、ブラックしましたね。小山さんのひまちゃんの的確なツッコミが10歳か。びっくりのポイントが変わったけどな。いやだって私だってそんな私と同い年の方いたっけなと思っちゃったよ。思っちゃいました。DJ が今ちょっとなんかスクラッチ入ってる。思っちゃったけど。そうか。スクラッチが。そうだよね、だから2001年生まれでミレニアムベイビーってずっと言ってましたもんね。でももうさすがに17歳ですから、ミレニアムわーわーみたいな感じないですよね。いやまだ十分だと思いますけどね。まだ若いですけど、そんなだってそうでもなくないですか。実際私もちょっとだんだんきついなって思い始めてきたんですよ。ミレニアムベイビーが、はい、いやさほどきつくないですよ全然。ベイビーかな。あのリオトンが久々なんでちょっと自分の尺取ろうと思って一生懸命なんですよ。そうなのこれ、はい、そういう欲あるの最近。いやなんで笑って、いや笑ってごまかそうとしてることが全力で伝わってきちゃってる。そうか、ちょっと放置しておこう、面白そうだから。そうですね、うん、しばらく話し合いで言っていただきたいと思いますが、はい、じゃあ続いてはい、はい、清水さん間違えたかもしれない、うん、なんでヤッホー、ちょっと聞いたよ、プニキャンアイドルクラブ放送100回行ったんだって。すごいじゃん、おめでとう。100回も可愛い女の子たちを見続けてさすがだわ。これからも飽きずに見続けるんだぞ、ひまりとの約束だからね。かわいい。すみません、確かに確かにクレヨンしんちゃんっぽさがどこかに。じゃないよ、ひまわりだもんね。あ、ひまわりだ、しかも。あ、ひまちゃん狙ってたのか。しんちゃんの狙ってるんですか。わかんない、わかんない。全然狙ってない。クレヨンしんとの合わせ技一本っていうのを狙ってたわけじゃなくて。そうなんですよ。いや、お兄ちゃんしんのすけ。お兄ちゃん、はい、しんのすけです。え、本当に嘘ですよ。いや、びっくりした、びっくりした。お兄ちゃんおるんやと思って。いや、知りたいの。しかも結構重要情報だもんね。お兄ちゃんがいるとかいないとか。ああ、今の嘘は2つあって、お兄ちゃんがいることとしんのすけだということが嘘だった。はい、そうです。どっちも嘘、どっちも嘘、両方、はい、そう、やっぱりね、もうこの辺ちゃんと今整理していかないと、あやきちゃんが騙されたまま終わると思う。そうですね、勘違いして帰るっていう。そうか、でもしかもね、この挨拶の内容も結構考えてみると、あの気軽に編集者の人と約束してるっぽい感じになってて大丈夫かなっていう。多分大丈夫ですよ。多分まあね、あの可愛い女の子を見続けていた人たちってことですもんね、ポニキャンアイドルクラブ。はい、うん、子さんリスナーです。子さんリスナー、リスナー、確かに。あ、子さんのリスナーですごい人一人いて、あのこの間あのテキサスに行ったんですよ。はい、テキサスに行って、テキサスで100回全部見てますって人がいたの。アメリカで。本当に本当に。テキサスでですか。テキサスで。何をですか。テ
テキサス何を違う違う違う見込みは関東向けにしか放送しないから関東向けにこのコニキャンアイドルクラブえすごいそうでこの間その人からあの Facebook メッセンジャーが来てイエローサニーライトってのが来てたんですよすごいイエローサニーライトだよその人がねまたねあのバンドやってて自分の名前がイエローさんっていう芸名で活動してるから、すごい、清水さんが海を越えた瞬間を僕は見てきましたけどねすごいさあそしてあやきちゃんいきましょうかはい、はい、じゃああやきちゃんの、100回記念のメッセージはダンビクは10周年おめでとうおめでとうだけどこれどっちかっていうと俺100回なんだって言った人にですねあのダンビク10周年って言った瞬間に喧嘩売ってる感すごいいやなんかちょっとあのその同時期に被ったのがおめでたいなとあ、時期っていうのがこの時期にガンビクも周年を迎えるわけいつも6月ぐらいです6月6月ぐらいゆるっと何日かないやなんかあのイベントに出るためそもそもはコンテストに出るために結成したので、ねうん、最初のスタジオの日が結成日だったら6月です、うん、ああ他のあのそのなんだろう人前で初めてやった日をデビュー日って言ったりする人たちもいるじゃない8月なんでちょっとずれてきちゃいますそうだねふわっとしてるんですよねはい大体その年に入った10周年じゃねみたいな感じああもうあれだねあのこうあのアフリカのさマラソン選手が調べてると時々年齢が分からなかったりするやつねやつねああなんか俺26歳ぐらいだった気がするんですよみたいな選手もいたりするじゃあずっと年齢詐称できますね年齢はそうですね詐称できますけど本人ももう分かってないので好きな年齢言えますよ好きな年齢言って大丈夫なやつだと思いますずっと赤ちゃんずっと赤ちゃんだからそれはずっと赤ちゃんは自分に対する言い聞かせですかそれはいや違う大人になってきている二十歳になりたいんです私それねあのごめん段階を踏まないと絶対無理17歳の次いきなり二十歳にはなかなかなれないね、大家さんも大体そうでしたでしょ一個ずつ上がってきてるそうですね私もまあ一応一個ずつ上がってきたんですけど、うんまあ、リオトンだと分かんないですねひょっとすると言い続けるってどうですか私二十歳ってずっとおいやさすがに年齢差しはダメですよプロフィールに載ってるんであそうか、そこのプロ意識正義が働くんだね正義の力そこには正義が、はい、じゃあそれじゃあ2つ目いきますか、クイズですよねはいクイズこれ私4問も答えていいんですかあ、これもあの大家さんには答えてもらっていいんですよね大家さんはだからプレゼントがもらえる可能性が他の人より多くなってるから4回ある、はい、じゃあいきますよアシスタントボーナスだ、はい、じゃあいきます落としましたああすいませんガタガタしてますよ今ガタガタしてますなんで映すんですかいやなんで映すんですかって一番気になるのそこだもんじゃあいきますよ、じゃあそれではこちらはいダン、うん、ポニキャンアイドルクラブ第1回放送で吉田アナはどこか変でした悪口だなこれどこが変だったでしょうかでも分かるかも分かる私ら参加してないんだけどはい、皆さん手元のホワイトボードに書いてくださいこれ用意しといて書いてもらうわけにいかないですかねいや、はい、分かるかもで一応一人ずつ答えを見ていってで、誰も正解じゃなかった場合はもう一回ずつ答えを書いてもいいということなので、今あのコメント消しました、僕の手元の iPad のコメントだけ生きてる状態ねだからあの会場の人には見えません会場のアイドルには見えませんどこが変だったでしょうかって悪口ですねそうね基本的にあの顔色服装、とかいろいろ僕今言わない方がいいね、そうですね言っちゃうとね何をみんな答えちゃうかもしれないからねはいあコメント思ったより正解出てるえやったらじゃあ意外にあの子さんオータの人たちいっぱいいるのすごいテキサスの方ていうか第1回の放送やったら知らん人多いんじゃないですかこのメンバーでもマジパンは佐藤さんは私中3から出てないよねでも出てないよねだからね出てないネオはまだまだじゃない寝起きの前じゃないわかんないもうわかんないぼやなぼやぼやなまあ大体それぐらいそれぐらい、うん、で子さん集合っていうふうに言ってましたねじゃあそれじゃあ一人ずつ見ていきましょうか、はい、じゃあ大家さんからお願いしますはいじゃん髪の毛それ大体俺寝癖ついてるんだよ1回目の時すっごいひどくて、うんうん、途中でヨッピーさんすっきりされたんですよね髪の毛そうだっけやった気が、直した途中で直したってことはいじゃあこれでも残念ながらこれじゃないですえ違うんですか違いますじゃあ続いて渡辺さん行ってみましょう、うん寝坊してギリギリに入った1回目は違う10回目は違うそれは結構あるけれどこの時間に寝坊する俺もどうかと思いますけどじゃあ大丈夫、じゃあ続いて小山さん行きましょうはい顔色それはいつも通りいつも通り
どんな健康でもそうなんですよ、何度も言いますけど、僕健康診断でまだ B 出たことないですからね、オール A ですからね、ずっと、体調がいい。健康なんですか、ヨッピーさん。健康です。めっちゃ健康です、僕。健康です。痩せすぎとかないんですか。痩せすぎとか、でもそれも出ないですね、基本的に。ただ一回人間ドック行った時に、一回体脂肪を測った時に、うんって言われて、すいませんこっちでもう一回測り直してくださいって、機器の故障を疑われたことがありました。そういうこともありました、不健康やと思った。でも顔色は一応いつも変ですが、1回目に関してだけじゃないんで違います。1回目だけ変だったことがあります。続いて清水さんどうぞ。T シャツが前後逆。一回目ね。あるかもしれないね。これね、でも残念ながら T シャツ前後合ってたみたいですね。1回目は T シャツじゃなかったのかな。じゃあそしてあゆきちゃん。体温。みんな暑がってるのに自分だけ寒いとか。ああ一人だけね、そういう風に感じた。今日コート着てきたみたいな。みたいなことだったんじゃないかと。ああいう残念ながらすいません、僕体温普通なんですよね。じゃあここからは思いついた人からもう一回書いていただいて大丈夫です。ヒント欲しいです、はい、ヒントあるの。あ、ヒント欲しい。ヒントは見た目ですか。ヒントは見れば分かる。その時見た目で分かるよね、これ。見た目で分かるトラブルを僕は抱えていた。でもヨッピーさん、なんかどっかの回で T シャツ逆に着てた時ありましたよね、マジ。なんかやばいよね。そんな回なかったですか。あったっけ。なんか着替えてる時なかったでしたっけ、放送中。あるかもしんない。あったよね。あ、それうっすらと記憶にあるな、それ。なんかあった気もする。それじゃなかったんだ。直しに戻ってた。じゃああるんだそれ。もうほぼほぼ、この番組本当にやったらやりっぱなしで、俺もあんまり見返さないですからね、ほとんど。はい、はい、じゃあ、渡辺さんいいですよ、お願いします。はい、シャツがズボンから出てた。その程度じゃ多分もうトラブルにならないんだと思うね。はい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 、はい、大家さん。親知らずを抜いて顔が腫れてた。あ、そんな1回目の放送の時にアグレッシブな治療するか。はい、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 2人とも面白そうだな。じゃあ、まず清水さん。ポッケが裏返してた。あ、確かにありそう。残念ながら違うんですよね。じゃあ、あゆきちゃん滑舌。それね、あやきちゃんに言われるとちょっと何がうってなるね。あ、そして小山さん。はい、鼻が赤くなってた。ああ、うん、噛みすぎ。でも1回目って春だよね、そんな寒い時じゃないよね。そうですね、2月。あ、だったら寒い時あるかもしれない。あ、そっか、ベビーレデビュー前後。セカンドシングルベビーレボリューションの時期に出させてもらいました。で、それは2月でしたからリリース。はい、冬頃でした。うん、とりあえずなんかさ、いつの間にかみんなの大喜利欲がすげえ増してんだよ。うん、やりたいみたいな感じ。はい、じゃあ正解あるけど、じゃあ今もう書き終わってる人は。待って、足ひよた。ちょっと待って、顎が外れてた。でもありそう。生放送中に。それやばい。やらない、やらないですね。この間生ハムの西井まりなさんが生放送中に確かに顎外れてました。にっちゃん外れてた。で、そして誰か今書いてた、あやきちゃん。え、眉毛がなかった。眉毛ない。なんで俺そんなに荒れてんだよ。破天荒やからな、やっぱ。そんなね、ヤンキーキャラじゃないですよ、うん、全然。じゃあそれでは、正解 VTR 見てみますか。え、あるんや。あるんだね。移りたくない。アイドルクラブ。どうもニコ生ご覧いただいている方、どうもよろしくお願いします。すごい状況が今虎ノ門に生まれてますよ。どうも日本放送アナウンサーの吉田貴則です。今夜から始まったポニーキャンアイドルクラブなんですけど、この番組はポニーキャニオンに所属するアイドルたちが、ここ虎ノ門のメディアスタジオに集結して、地上波や CS ではできない、やらせてもらえないアイドルチックな企画を、にこやかにゆるっとお届けする、アイドルファン必見のプログラムでして、多分テレビ的なのだと今のもタイトルコールで拍手とかから始まると思うんですけど、そういうのは、私そういうテレビ的な空気に耐えられないラジオの人間なんで、ゆるーくやらせていただきたいと。だって最初びっくりしましたもん。はい、あ、もう始まったんだみたいな。びっくりしちゃった。まあ、それはね、もうメディア慣れの極地にいらっしゃるアイドリングからすると、ちょっとそのハードル上げないでください、本当に。いや、でもどっちかっていうと、そのアイドリングのそのメディア力を今日は使わない方向で。あ、使わない方向で。そう、楽してもらいたい。いやいや、どんな。アイドルに楽をしてもらうための番組を始めました。あ、楽しみです。ポニキャンアイドルクラブで、はい、後ろももう皆さん完全にひな壇の空気が出てますけど、ね、どっちかって、だからそういうのいらないから、本当に。ゆる
りやりましょうよ、ゆるりと。本当に、で、まあ、毎回いろいろ、まあ、私事なんですけど、じゃあなんでここに一人だけ30代のね、手を怪我した男子が、ね、座ってるのか。あ、これはちなみに単なる自転車の単独事故ですんで、全くいじっても美味しいことないから、アイドルの皆さん先言っておきます、ここいじっても面白くなりませんから。いやー、右腕の骨が折れていたんですね。破天荒、やっぱり。そんなすごいこと忘れるんや。忘れた。あ、思い出したわ、そうだこれ、俺ベルセルクのイベントの前の日に、はい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 、ベルセルクっていう作品分かります？分かんないか。ベルセルクって作品が、主人公は作中で右腕を食われるっていうタイプの恐ろしいホラーなんですけど、はい、それで俺舞台挨拶の司会するときに前日にそれを骨折って、作品が終わってからの舞台挨拶で出てきて司会者が腕を折ってて会場をざわつくっていう。怖っ、ほんまに怖い。懐かしい映像でしたっていうことで、よりもだいぶちょっと前に行きましたよね。そうね、結構そうだった。だから1回目だけじゃなかったのか。ずっとやってた。ってことで、残念ながらすいません、1グループ目は正解なしとさせていただきます。こんな大きいこと忘れてた。じゃあそれではマジパンのミュージックビデオに行きましょう、はい、じゃあマジパンのミュージックビデオ紹介お願いします。はい、それでは聴いてください、マジカルパンチラインでマジカルジャーニーツアー。はい、じゃあ2グループ。もう宿題多すぎ、全然終わらへん。私終わってる。すごいでしょ。ファイヤー、おー、あ、できたー、すごい。お願いします。ちょっとトラップやろうよ。やりたい。何やる？七並べ。七並べ、場所作ろうよ。待って、できた。あ、すごい、すごい、キャンディー。できたと思ったのに。じゃあさ、探しに行こうよ。ああ、Bye.
もうねちょっと曲があるとみんながいろんなこと喋り出してるんですよこの村で、ずっとこうね、あ今 T シャツ来ましたね、はい、いただきました、これですよというのが、はい、これです来ましたね、これでっかいサイズだと女子がなんかワンピースみたいに着たりしたりして着たりしてますよね最近ね、うんうん、私たちもサイズ、はいね、よかったらあのこれはリツイートすると当たるかもしれませんのでフォロワーでリツイートお願いしますと、はい、お願いします、はい、いうのと、あと大家さんがずっと小山さんね捕まえてこう大人になったねってずっと、いやあの5ヶ月前とかなんですよね今のミュージックビデオを撮ったのが、ね、けどもうどんどん大人っぽくなってて顔がシュッてしてくるんですよ、ああの女の子は成長とともに、そうなんですよ、けど高校生になると一気に太るからね、本当に経験者、本当に一気に太るんですよ高校生、なぜも太るよね、経験者なんでここは、はいはいはい、デブになりました、その時にああ、まあでも人の成長過程としては普通なんだよねそれね、普通なんです、だよね、そうなんですよ、しょうがなくなるからな、めっちゃうるさくなるからな、そうか、アイドルはね大人がうるさかったりするからね、でもあのファンとしてご覧になってる人たちはそれはあのなんだろう、あんまり過度なダイエットとかで体をね体調崩されるのも、うん、あの、ね、まずいと思いますから、うん、あんまりそこを厳しく握手会とかで指摘しないでいたい、いや本当ですよ、あそれ、ね、もう私めっちゃ言われるんですよ、みんな細いからなんかまた日に日に太っていくねみたいな、え例えだね、全然誰に聞こえると思う、で周り太ってよって私すごい心の中に願ってます逆にね、逆に自分だけた方がいい、だってしょうがないじゃないって言われてますけどね、だからまあ皆さんも握手会の時にあのなるべくならその話題は選ばない方法で、そうです、いや本当です、普通に嫌いになりますよこれ普通に嫌って思いますもんね、やだ、好きなだけ食べてほしいっていうコメントがあっても、はい、みんな実家のお父さんお母さんみたいなコメントが並んでますがさあそして、次のグループ出てきてもらいましたけども、はい、次のグループ実は一つ共通点がというか、リーダーチーム、おーおー、各グループのリーダーに揃っていただきます、ね、あ、ほんまや、そうなんだ、すみません、このそうなんだっていうのはあの自分がリーダーだってことを思い出したみたいな、まあでしたけど、リーダーだったんだみたいな、ね、リーダー感、まあある、うん、ああ今気づいたけどあんまり全員リーダーっていう感じもなんかこう学級委員とかで選ばれなそうな人しかいないですもんね、でもミスズは結構、ミスズは結構リーダー、うそやってる、あの学級員やったことあります、やっぱあるか、でもはいあります、ああ目立ちたくて、ね、理由はそっちなのね、ああ、他の皆さんはあります、ないです、委員会とか部活で副部長とか結構でも上に立つことは多いです、ね、あ選ばれがち、うん、あなんかまあ裏表なさそうだからな、うんうん、なんかこの人だったら信頼を置けるっていうタイプの選ばれ方な感じがしますが、そうですね、じゃあそれでは、続いてはこちら、じゃリーダーだからこそよく見てるかもしれない話、はい、今までの人生でこれは100回言ったことがある、または人に100回ぐらい言われたことがあるということは何ですか、はい、うん、言ったでもいいんですよ、はい、言われたでもいいんですけど、じゃあ大江さんからいきますか、はい、私は100回言ったことなんですけど、はい、じゃん、なんでなんなんなんでやねん本当これは大江の口癖、これは突っ込んでますね、いろんなことに、なんか全部気になっちゃうんですよ、うん、だからメンバーがちょっと言った言葉とかでも、うんうん、え、なんでなんとか、うんうん、え、なんなんとか、うんうん、それどういうこととか、うん、すぐ聞いちゃうんですよね、すごいよ、なんか基本的にちょっと喧嘩腰なの違う、そういうことじゃないでもこれ本当に私の曲の歌詞にもなってる、あフレーズでずっと言ってるので、うん、これはもう100回以上言ってるなって思いますね、うん、あじゃあ、あれ？あ、いつの間にか戻ってる、あの後ろで、あのこう、あの舞子ちゃんが高見さんの帽子かぶってたことについてとか突っ込んでなかったなと思って、え？一瞬やってたよ、さっき気づいてなかったんです、見てなかったです、そう、さっきあんな感じになってたよ、あ、ほんまや、あ、なんでなこうやって使うのね、こういう感じです、こうやって使うのね、そうなんですよ、そういう言い方されないんだけど、マイコリンはもう普通にプライベートの私で喋るので、おえこれプライベート、これ出てる時はむしろプライベートじゃないってことなの、どうなんやろ、半々でも基本的になんか気になった子だったらすぐ聞くので、うん、まあ、なんでなんなんっていうのは多いと思います、うんうん、もう言われた時、あの関西弁ってやっぱり強烈なとこってあるじゃないですか、関東の人間からすると、うん、一瞬怒られてるのかなとか思ったりはしなかった、あでも理科のやつは なんでみたいな感じなんで、うん、なんかなんでっていうよりはなんでなんでプレッシャーがなんでだからかわいい、そんな私普段言うてるから、いやいやいや、リカちゃんのは
つい。デンちゃんのボイス流して。高見さん、高見さん、高見さん、完全にあのこうデンヤさんだったら何でも OK なタイプのオタの人になってますからね。今はいはいはい、そっちのタイプなんで。そっちのタイプですか。甘やかしてます。じゃあ、続いてそのデンヤさん行ってみましょう。はい。はいはい、別になんともないですけど。はい。なんとジャパン。そら言ってますな。そら言ってるでしょう。まあでもこれもまあベイビーでジャパンに改名してそのジャパンジャパン言ってますし、まあ曲自己紹介ソングもできてジャパンジャパン言ってますけども、まず郷ひろみさんがいるからやっぱみんな絶対真似してるジャパン。待って待って待って、郷ひろみさんがいるからみんな絶対真似してるはね、ちょっとつながってないね、どこかが。郷ひろみさんの曲でジャパンって絶対言ってるから、言ってますよ、言ってますけど、多分ベイビーレイズジャパンになってなくても必然的に日本のことをジャパンってみんなで100回ぐらい言ってるだろうなって。いや、ジャパンは言うだろうけど郷ひろみ由来とは限らねえよ。まあでもそういうことだよね、デン、まあ、ちゃんが言うなら。そうか、みんなこう全力でリーダーを甘やかしていく。最近なんか、なんか厳しくしたりとかしてないんですか、誰もデンヤさんに。うん、しないよね、甘いよね。デンちゃんはもう自分に厳しいところがあのストイックな部分があるから、なんかそこで調和が取れちゃってるんですか。周りが甘やかしてあげないと本人が自分の厳しさで辛い目に遭ってしまうかもしれないから。ムチ打ちすぎるんで。そうか、じゃあちょっと周りからは、え、じゃ あの他の人には当たりが強い人もいるわけですよね。そうですね、うん、高見さん私に対して当たりは強いですし、私とリオに対してすぐポンコツって言うんですよ。聞きましょう聞きましょう、何でしょう渡辺さん、はい、ツイッターでポンコツって言われたんです。ツイッターなんでこれ学校のなんだろう裏サイトいじめ。違いますよ、伝弥さんと林さんが先日まで舞台やってたんで、ああ、ちょっとお暇な3人で、はい、あのラジオ周りをしてもらってもらえさせてもらったんですよ。で、まあ、なんだろうなと思って、ポンコツだしポンコツ3人組で行きますっていうのを言ったら、すごい気にするんですよね。あ、うん、やめなよ。それは、やめようか。ほとんど中身学級会みたいな感じで。ここね、他の、はい、人が気にすることを言うのはいけないと思います。はい、やめましょう。はい、やめましょう。はい、だから太ってるとか握手会で言うのもやめましょう。本当にやめた方がいいですよ。本当にやめた方がいいです。すげえアイドルの同意が得られるこの主張。この主張。じゃあ続いて、佐藤さん言ってみましょうか。はい、はい、よく100回ぐらい言ったことがあると思う言葉です。はい、かわいい。あの、これって多分、対バンライブとか出るアイドルは多分みんな、例えば写真撮ってくださいとか来るじゃないですか、なんかたまに戸惑うときは、あ、衣装可愛いですねとか、とりあえずあのなんか可愛いって言えばわかる。ちょっとめちゃめちゃわかる。今その可愛いは本当じゃないときがあるっていう表明ですよ。困ったときの可愛いはやっぱ困ってんじゃんだろ。いや、困ったときはでも、わかると思うんですよ。わかるわかるわかる。衣装、いや、可愛いですね、すごい、なんか髪型可愛いですねみたいな。可愛いとこ探すみたいな、探して言っとけば、あ、なんかありがとうございますみたいな感じでなんかいいかな。今の話の問題は言っとけばっていう言葉だもんね。言った方がなんかいいのかなっていう、まあいいのかな。無言よりもなんか無言だとちょっと怖がられたら嫌だなと思って。ああ、まあね、確かにちゃんとコミュニケーション取る意思がありますよっていう、そうですそうです、それの一つで可愛いは、絶対言ってますね。まあね、でも他の言葉で言うように頑張ると語彙増えますよ。なんか、戸惑いすぎちゃったら逆にバレるかなと思って。どういう意味どういう意味。なんか、可愛い以外の言葉で攻めたことあるんですよ、一回。なんか、え、例えば、あ、髪、え、すごい、え、な、何ミリのことですか。何ミリのコテですか。32ミリですか。あ、絶対使うとか言って、絶対苦笑いされるんですよ、そういう凝った話すると。あ、確かに凝った話ね。シンプルイズザベスト、これが可愛い、キュート。そうか、でも俺は個人的には32ミリのコテですっていう答えを引き出してる方がすごいと思って。いや、それは難しかったですね。でも難しかったですか。難しかったです。たまにはちょっと半々ぐらいで混ぜてほしい。そうですね、今日は攻めていいわ。攻めていきます。本当に気になることを聞いてっていただきたいと思います。はい、ちなみに佐藤さんは何ミリのコテなんですか。私26です。だそうですね。26だそうです。3目にね、じゃあそれでは続いて、はい、いきますか、レナちゃん。はい、私は言ったことです。なんかついてない。これは何かついてることがよくあるんですか。あの、鼻が痒いことが多分ですけど人より多いんですよ。鼻が痒いことが人により多い、はい、鼻が痒いんです、ずっと。
人前に出る時にはなかなか欲しいんだよ ね、はい、とか、うん、学生の時とか友達にこれ聞きすぎても見ないで、うん、ついてないって言われるようになっちゃってなんかついてる、めんどくさい、あの女性の特徴の多分結構あれだと思うんですけど、うん、そんなに言う、みんななんかついてない。でもやーちゃん今日いないんですけど、やーちゃんがライブ前に絶対私にミーってしてなんかついてないって言ってくれる。でもそれやるよな、ビビリみんなやるよね。みんなでやります。ミーっていうのは 歯じゃないの？そうです。 歯見せてくるんですけど、うん、歯になんかついてないかとか。まあね、そう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 、空き時間あんなにあるんだから毎回聞くなら毎回確認すればと思う。あ、すみません、この瞬間に今あのこう浅野さんと小山さんがすごい分かり合っていたんですけどやるんですよ。あっちゃんよくなんかついてないって、うん、いやマジパンよくリリーベとかたこ焼き食べる率が高くて、なんで青のり食品食べちゃうのでちょっと歯磨くんですけど心配になっちゃって、うん、リーナに、ね、なんかついてないって今お互いじゃなくて、ね、でその時に例えば確認するんだったら誰でもいいわけじゃない、はい、小山さんじゃなきゃいけない理由がある。なんでなんですかね。なんかいつも隣だから隣の人に頼むぐらいの感じ、はい、じゃあ清水さん聞かれたことはない。私鏡で済ましちゃうんですよね大人、まあ、普通そうだよね、うん、だから大丈夫じゃないみたいな軽く流しちゃう。ああ ことを重大に受け取ってもらえない感じが相談しがいがないのかもしれないねこれね。じゃこれで、で鼻なんだよね。なんかけあのなんかあるじゃないですか、ふわふわなんかついてる時毛みたいな毛、あの長いやつ、ね、うん、あれがもうついてないかなってすごい気になってずっとやり慣れてるもんねそれが絶対いるっていうのは分かってるんですけど、でもみんなこう何回も言うんであんついてないって、うん、終わっちゃうんですよね。へー面白い。常にここに幻の綿毛を抱えている女嫌だねそれ。絶対いるんですよここら辺、うん、すごいファントムフェザーノーズみたいな、ちょっとこう本当にあえて英訳してみたらすげえ大げさな感じになった、はい、じゃあ西園さん行ってみましょう。西園さんは、私はレン、お母さん。あ、言われたことって言われます100回ぐらい、うん、今日も、うん、あの始まってからリコピンにお母さんって言われて、ね、あ、やばいと思いました。言われてやばいと思うの。あ、今日これ書いてたんで。ああ、もうすでに、あ、言われたと。やばいっていうのはお母さんである自分がやばいんじゃなくて、もうネタとして出ちゃったのがやばい。ごめん、普通にごめん。いや待て待て待て、普通にごめんじゃなくてそれだけ言われるってことだから趣旨としてはぴったり合ってますね、うん、めっちゃ言われるんですよね、うん、いやで自分ではなんかそうらしくしようと思ってたことはないってこと。お母さんらしくですか、うん、そんな思ったことないです母性出そうと思ったことはえ、そんな思ってるように見えてますか。いや全然、だからあの母性が出ちゃってる人と、そうだな、この言い方は何かもしれませんが、母性を感じない人もこの中には混ざってるわけですよ。誰ですか神さん微妙なとこだな、うん、感じないとも言えない。いやでも母性あるよな、うん、あれ体型なんですよ、それ最後じゃない、うん、それの5人とは言わない。占い師とかに言われてる、言わないけど、まだ少年やんな、そうやな、見られるのはね。まあね、なんかちょっと違う、あの圧倒的に母性のスペシャリスト感もあるよね。いや本当にすごくて、私たちの私と高見のラジオに遊びに来てくれた時も、うん、お疲れさんって言ってジュース買ってきてくれたんですよそれに高いスタバのやつ、へスタバのやつ買ってきてくれて、うん、取り合いですよ2人で2つではなかったんだ1個がスタバでもう1個安もんやったんですよちょっと待って、あ、どうしよう、いいです、いや、なんで喧嘩売ったの。いや いや聞いとこうよそれ。今日なんかミスズとか読んでくるし、なんか安物のやとか言うし、そうかそうかそうか、あ、これ上下関係にうるさいのもお母さんっぽいよね。そうですね上下関係なんか、上下関係、先輩は大切にしときみたいな感じでこう言ってる感じもちょっとしますね。はい、じゃあそれじゃあ次クイズね、クイズ、はい、はい、じゃあ次のクイズなんですが、はい、ちょっと出題から答えまで時間がかかりそうなので、これを出したら、出題をしたら PV に行きます。はい、よろしいでしょうか、はい、じゃあ出題はこちら、じゃん、ボニキャンアイドルクラブ第100回放送、今日出演している、メンバーですね、アイドルの背の順を小さい方から順番に、分かんないよ、誰が小さいの、はい、これちょっと残念ながら書き終わるまで、書き終わるまで立ち上がるのなしね、ここにね、じゃあそれじゃあ PV 行きたいと思います。PV はじゃあすみません、サンミューの PV 行きたいんで、はい、はい、じゃあそれじゃあ曲紹介お願いします。3月15日にリリースした最新シングルです、聴いてください、サンミューで桜井のプロミス。あ、それこそ新原さんとかちっちゃい方だよね、うん、I'm not afraid to
わちゃわちゃしてるんで修復中ですよ。え、はい、修復中。え、待って、もうさ、待って、はい、まだ書き終わってない。いや、あの誰書いたかわからんくなって、誰書いたかわかんない。あ、そうか、全員ちゃんと書いとかないとそもそも正解にならないもんね。何言うんだっけ今日。1、2、3、4、5、6、さっき後で確認しとけよって話だと思いますが、12人、あ、やばい、16人。あ、16人も今日、あ、そうだね。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、みんなのがなんか連絡網みたいな。覚えてるでしょ、さすがに。ね、ひまわりちゃん以外、うん、こんだけ、ね、このクラス、このクラスって言っちゃった。先生先生、もうほぼクラスだよ。はいはいはい、またわちゃわちゃして。リーノちゃん、ひまちゃん、はい、ありがとうございます。ゆうなちゃん、まあもうクラスみたいなもんだよ ね、 もうね。先生、うん、先生、高見の足が臭いです。高見さんどうしたんですか、突然。なんで、まあ、全然知らないよ、真夏、高見。さて、じゃあそれじゃあいきますよ。背の順の、あれ16人いたか。背の順なのですが、とりあえずみんな書いた、はい、書きました。じゃあ全員見せていただきましょう。で、ちょっと待ってください。私も書いた。あの、1、2、3、4、5、6、7、8、間違えた。あ、16人、16人。じゃあ一応16人かけてたら出していただければ。
はい、書きました。じゃあ一斉に見せてください。せーの、どうぞ。じゃーん、じゃーんと、ちょっと細かくなっちゃった。薄いな。で、これははい、これに関しては、ですね、あの書く人はどう判断したかのポイントを聞いていきましょうか。はい、じゃあ、大家さんからいきます。見た目。見た目、まあそりゃそうだからそれは見てわかるから見た目で、うん、あの、でんちゃん、まなちゃん、なおすけ、まゆこり、浅野ちゃん、ミスらへんが同じぐらい。あ、そうか。で、自分のグループは確実に分かるんだろうけど、他のグループがね、思いますね。あ、で、そして、でんやさんのポイントは。はい、私も、あやきちゃん、でんや、まなつ、なお、みなみちゃん、浅野ちゃんらへんは一緒な気はするんですけど。みなみちゃん、多分一緒やんな。さあ、じゃあその辺は後で確かめてみましょう。じゃあ佐藤さん、私全然わかんなくて、とりあえずマジパンは後ろの方だなっていうことで、まなっちゃんそんなに小さいイメージがなかった。まなっちゃん5人の中で一番小さい。あれ、もう正解が正解、5人の中では。でとりあえずじゃあ行きましょうか。りなちゃんはせなちゃんはやっぱちっちゃいなって。あ、せなちゃんはちっちゃい、まあそうね。せなみんな始まりがみなみちゃんなんとなくちっちゃいのかなと。これがちっちゃく見える。いや、なんかなんとなく雑魚が高いからどんな高いねん、どんな高いねん。なんかガンビックの皆さんはなんか身長高いイメージあんまりないなっていうイメージで先にみんな置いて、で、でんちゃんも、でんちゃんとリコピンぐらいがみんな同じぐらいかなってイメージ。あ、その辺の中盤が難問だよね、やっぱりね。じゃあ、れなちゃんどうでしょう。私もすごい勘っていうか、最後の方はもう埋めるので必死でそうか、まあまあ全然わからなかった。回答してくれればそれでいいですよ。そして、あの西園さんは最後、なんかあれ足りないって言ってたんですか。いるかな。ちょっとなんかショックやな、うん、あの誰がどのグループかすらわからなくなっちゃって。わかるでしょ、それはあの名前だけパーティー見てたら、うん、あ、そっか、一瞬わかんなくなるか、うんうん、まあね、最後の3人はでも自信あります。うん、さて、じゃあそれでは今日は答えはどうするかというと、実際に並んでみたいと思います。おー、じゃあ皆さんすみません、ちょっと段に降りてくるんだけど、ヒールとか大丈夫ですか。ヒール履いてる。あ、ヒール履いてる人はどうしますか。ヒールはどうしますか。とりあえず履いたまんま。ヒール履いたまんま行きましょう。履いたまんまやったらめっちゃ高いよ。各グループそんなにヒール変わんなくない。今日そんなことない。結構高いです。回答した人は答えとあのマジック持ってってください。はーい、丸か×かに。これ今放送されてるんですよね。放送されてます。この感じ放送してますよ。このまま放送してますよ。はい、じゃあ、こっち側がなるべくこっち側がちっちゃいでいいのかな。左、向かって右側から小さい方から並んでっていただきたいと思います。あ、待って、あれ、そうですね、カチューシャは入れない。カチューシャは入れない。え、入れる、入れなくていい。カチューシャは入れないそうです。被り物はなしで、ただヒールはありでいいそうです。ヒールはみんな結構高めだもんね。ヒールあったら私が一番ちっちゃい気がする。いや、でもね、これでもね、新原さんの方が小さいっぽい。じゃあちょっと、はい、じゃあ横に並んでみてください。じゃあ新原さんが一番こっち、あやきちゃんじゃない。で、じゃあ一番、おそらく一番小さいのは新原さんであり、一番大きいのは多分清水さんなので、両サイドをこの二人の間にちょっとずつ入っててください。横の人と自分で比べて。これヒール履いたままですか。全然後ろ。あ、本当学校感半端ねえな。待って、先生としてやってる感じすごいするな。はい、並ばして。じゃあ、はい、みんな並んでもらっていいかな。並んでもらっていいかな。リコピンさん高い。あ、ここや。で、あとカチューシャ入れる。あと、ね、もうちょい向こう。はい、行くよ。じゃあ全員並んで並んで。本当に並んで。あ、でも背の順面白いな。入ってない。あ、レナ、レナ、レナ、口口口口。あんちゃんの方が小さい。本当に中盤が難問だね。中盤難問だね。いや、あそこ本当ややこいんですよね。ああ、難しい。あ、あと沖口さん意外と大きいのね。ユナ意外とでかいんですよ。そうね。ほんまや。そうや。意外とここまで来てるんで。俺今思ったんだけど、沖口さんのことだから平均身長だろうと思ってたんだけど。全然平均より高いです。なんかちょっと高かったね。ちょっとじゃあすいません、間詰め気味に皆さん立っていただいてもよろしいですか。はい。じゃあみんな半身になります。背の順。ちょっと半身だね。半身がいいかもしれない。うん、なんかいい絵だな。ちっちゃくない、うん、なんかいい絵ですね。はい、じゃあこの状態でこれで隣の人と、レナちゃんと西園さん。レナちゃんもうちょい前。西園さん私これ実際の身長ですか。いえ、もうあのヒール今日ありになってますもん。
そう、この状態悔しい164あるんですよ。あ、そうなんだ。誰に負ける？ヒールに負けるなんて。そうだね、ヒールという方法に負けている場合ではない。これ一瞬ほとんど一緒だね。でほとんど一緒だけど一応どうなんだろう。あ、おにゃんこ会っておにゃんこ館って言われてますね。わ、ポニキャンアイドルクラブの一番昔まで遡るとおにゃんこクラブですけど、これで正解でいいですか、うん、皆さん。これで正解ですかね。いいですか。はい、じゃあそれじゃあ、順番確かめていきましょう。はい、楽しい。一応新原さん、じゃあ皆さん自分のつけてて、新原さん、合ってます。あやきちゃん、合ってます。はい、で、まゆこちゃん。あ、まゆこちゃんそんな、そんな順番なのか。ヒールなし組だったからね、今日ね。そうなんですよ。バンドマンはちょっとなんかヒール履いてバンドできないもんね、なかなかね。違うわ。で、そして、れなちゃん、はい、で、次がでんやさんなんだ。まあ、この辺も一緒ですね。ほぼほぼ同じぐらいの身長。ここら辺みんな一緒っす、5人、5、6人。そうだね、うん。え、まゆこもまゆこもほぼほぼ一緒。ちょっと前後差は確かにあるけれども。で、でんやさん、高見さん、林さん、そして西園さん、そして、みなみちゃん、で、浅野さん、あ、今ベビレって一番でかいの渡辺さんなの。私、私、私、あ、そうか、私、びっくりした。めっちゃ今、あれと思って、ごめんごめんごめん、目線の今、周辺視界がなさすぎた。渡辺さん、佐藤さん、沖口さん、ここでだから中学生が2人こんな大きいの。確かに。はい、そうだよね、まだ伸びる可能性ありだもんね。で、小山さん、はい、大谷さん、そして清水さんと、はい、最高日いうグループになりました。ねえねえねえ、ちょっと思ったんだけど、新原さんを中心にしてみんなで小さく前へ習いをしていただくのは可能ですか。ちょっと面白い。いいね。はい、見たかった。じゃあこれで正解。中学生チーム、 中学生チーム、そろそろお時間だ。そうだ、はい、じゃあ並んだところで正解が出ましたが、すいません、一応確認します。今の正解だった人いますか。全部当てた人は。違います。さすがにこれ難しかったよね。まあでもこれをみんなに見てもらいたかったということで。商品渡す気ないですよね。いや、そんなことないって。結構難しい。骨折とか当てようと思えば当てられたかもしれないですよ。そうですね。 そんな難しくもない。はい、ということで残念ながら中学生チームお二人はそろそろお時間も近いということで、はい、100回過ぎましたが、さっきもお言葉もらってましたけど、今日最後にじゃあ何か一言どうぞ。はい、まずは100回おめでとうございます。ありがとうございます。どうも、これからもなんかゆるっと楽しい放送できるように頑張ります。よろしくお願いします。見てね。今後もね、今後も最終回はデマだからね、いとまんところ。はい、じゃあ小山さん、清水さん、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。さようなら、イエローサニーライト。サニーライト。サニーライト。サニーバス。前回見てない人なんだか分かんないと思う。高見さん以外何でも分かってないみたいですけど、そういう状態でございます。ありがとうございました。はい、じゃあここまでとさせていただいて、じゃあ次のグループで、前に出てくる予定になった人、このまま前に座っちゃってください。はい、よろしいでしょうか。はい、セニャンがやっぱ小さいね。100回記念でわちゃわちゃしてるとこ見てもらってる感じだね。すごいね、もう一番大きいのが一番小さい。こんな大きかったっけ。そう、あ、こうやって一番小さいこと、うん、こうやっちゃうとちょっとなんだろう、セニャンなんか遠いとこ、あの、じゃあ遠いとこいる、これから三者面談やるけどいいかな。そんな感じみたいな感じ。はい、さあ、ギリギリ抜けて間に合ったよというふうに言われましたが、はい、では中学生が残念ながらお帰りになったところで、すごいね、もうこの番組見守ってくれてる人がさ、みんなもう本当家族みたいだね。時間ギリギリで焦ったみたいなことわざわざヒヤヒヤしてくれないですからね。さて、じゃあこれで最後のチームに、いきますよ。3組目、3組目、はい、あ、そうか、4組目もいますもんね。はい、じゃあ3組目も100回にちなんで、こんなまずアンケートです。はい、じゃん。はい、今までの人生でこれ100回ぐらいやったことあるなと思うことは何ですか。うん、はい、じゃあ大谷さんからいきましょう。はい、これです。チェキ撮影。
だろうね。あの今日もなんですけど、これはチェキの撮影会じゃなくて、うん、あのメンバー同士で、うん、例えばシングル発売した時の特典のチェキを取り合ってるんですよ、うん、あ、そうなんだ、うん、なんかスタッフさんが取るよりメンバーの距離の方がやっぱ近いし、うん、可愛く取れるっていうのでやってて、うん、今日も実はこれが始まる前にデンちゃんの100枚取ってきました、あ、100枚すでに取ってるんだ、そうなんです、100枚取って今日100、今日100回だったんだ今日100回みんなやりました今日100回か、すごいな、そうですね、本当にね、アイドル現場のおかげでチェキも随分売れてるでしょうね、本当にね、いや、フジフィルムさん本当提供欲しい、貢献してフジフィルムさん、そうだよ ね、フジフィルム提供でものすげえチェキ会とかやりたくないですか、やりたい、そう、面白そう、あの千葉マリンスタジアムで数十万枚のチェキが取られる、それいいですね、面白い、ちょっと面白そうですね、需要と供給が間に合ってる、さてということで、確かにこれはなるほどっていう納得感のある、そうですね、答え、はい、さすが大家さん、ありがとうございます。それでは林さん行ってみましょう、はい、私が100回したであろうことはこちら、はい、ディズニーランド&シーに一人で行った回数、すごい、はい、そうですね、デンヤさんがびっくりしましたね、うん、結構行ってるなと思うんですけど、そうね、一人で行った回数で100回は多分年パス買い前もあのワンデーで一人で行くことの方が多かったので、え、初一人ディズニーって何歳ぐらいの時？いや、中学2年生です。はい、や、中2で一人でって結構独立度っぽ感すごい。誘拐されちゃう。大丈夫だった、ここにいる。うん、まあ、だってそうね、確かにここにいるっていうこともそうなんですけど、あやきちゃん心配しすぎじゃないかい？だって可愛いね。あ、可愛くない子だったら大丈夫だろうけれど。若い女の子は危険、若い女の子は一人で出歩くのは危険、うん、でもディズニーランドとシーですよ、うん、でも一人で行って、はい、ね、あのさ、あの並んでる時とかってみんな、まあ、並んでる時誰かといるからそんなに長さを感じなかったりするじゃないですか、並んでる時とかどうしてるんですか、なんか前に並んでる人の話を聞いてみたりとか、おお、聞かれてんの、聞かれてたんや、がほとんど割合的に多くて、あとはもうツイッターとかタイムライン見たり、インスタグラムのタイムライン見たりとかして、あの暇は潰してます、スマホがなかったら結構辛いよね、そうですね、目の前の人の話が面白いと限らないしね、いそうです、その通りなんですよね、あ、つまんない話の時やっぱりちょっと、うん、つまんないと思ったりしてる、思います、結構あのカップルの会話が今のところ一番面白いなっていうのは、ああ、なんか印象的な会話ある、ちょうど恋ダンスが流行ってる時に、あの2人で押し合っこしてたんですよ、押し合い、押し合いっ こ、 あ、教え合いっこ、ね、でお互いにちょっと不安定だった、あのどっちもちゃんとできてなかったんですよ、不安定ダンスよね、もうベビルは恋ダンスの動画上げたりとかしてた、アップした後だったんで、あ、じゃあ覚えてんだ、そうなんですよ、うん、だからもうなおさら面白くて、いや違う、こここうだよって言ったけど、いや違うよ、こここうだよとかやって、ずっとそれをニヤ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 やってて、違うよとかやってたらもうニヤニヤが止まんなくて、怖後ろは一体周り、後ろの金髪の人からめっちゃニヤニヤされてるんだけど、つぶやきますよね、その時あのデイジーと写真を撮るのに80分並んでたんですよ、うん、あのデイジーってアイドルね、キャラクターがいるんですよね、はいです、グリーティングで写真が撮れるやつでだったんで、うん、多分相当ずっと変な子だなって思われてたのは確かなんですけど、うん、必死にマフラーで隠してました、並ぶのもすごいね、いすごいですよ、しかも一人で行ってでしょ、はい、すごいな、ね、ちなみに誰か一緒に行かないの、いやメンバーで結構よく行くっていうか、3月にも行ってきて5人で、それを超えてもっと行ってるってことだよね、はい、全然仕事が15時からとかやとその前とかに行ったりとか、うん、空き時間が 1,2 時間あるとその間に行きます、空き時間 1,2 時間で行くんだ、いや 2時間半以上ですね、2時間半あったら行くんだ、へえ。行きますね、すごいな、はい、じゃあそして、浅野さんは人生で100回以上やっただろうことは、はい、じゃあ忘れ物とコナン君、あの忘れ物は私学校お弁当なんですよ、うん、で高校入って お弁当が多くな、毎日お弁当になって、お母さんがお箸を入れるのを忘れた回数、ちょっと待って自分が持ってくの忘れたとかじゃなくて、お母さんがお箸を入れるのを忘れる、はい、忘れた回数、でたまにストックとかしてるんですけど、お箸をちゃんと持ってたりするんですけど、あのない時は学食とかに借りに行きます、え、で、あのコナン君は？コナン君は見た回数です、あ、好きなのね、はい、800話まで見たので、800話？そんなやってるの？はい、まあやってはいるよね、え、でもほとんど見てるってこと？見ましたね、へー、全部なんだね、へー、
昔あのコナンのプロデューサーの話聞いた時に全話見てますよ当然って言われた瞬間に、うん、あこの仕事誰も引き継げないなって俺思ったんですけど浅野さんなら引き継げるかもしれないですね。できるかもしれないです。すごい待ってます、うん、知らなかったそんなコナンマニアだったのね。そうですね。でも忘れ物でコナン君っぽくないよね単語としてちゃんとしててほしいですね。上と下が、うん、じゃあそして、新原さん。はい、100回したこと。お腹を100回ぐらい触ったと思う。あのこれなんでしょう、割と普通なことなのか。え、普通ですか？癖なんですよ。お腹を触るのは、うん、なんかレッスン中とかに普通に服なんかお腹触るの癖なんです。へえ。赤ちゃんがお腹いっぱいになったらこうお腹出すじゃないですか。ああビローンって見せにくいじゃないですか、うん、あんな感じで、あんな感じでなんかご飯食べた後とかビローンってお腹触るんですよおここに入ってるぞみたいな。だからなんか服もあげちゃう。服をあげてこうお腹ベローって触っててずっと。なんかメンバーとかと自撮りこう二人でしてると後ろにそのベローンってやってるじゃないか映り込んで可愛い。あかわいいな。これあれだよね、れなちゃんが鼻触っちゃうのと似た感じなのかな、うん、多分そうだと思います。なんかついてないって言って触っちゃうのと同じ状態で、うん、でもお腹だとなんかついてないって聞くこともないよね別にね、はい、触ってみてあついてねえなって分かるだけですもんね。あでもお腹を触ります。寝るときに触りませんか？寝るとき触らないです。逆に触るかも。寝るときにお腹触ると寝れるんですよ。そうなの？え、そう眠くなるツボみたいのがある感じ。こうやってやると、うん、うん、大切にしてる感じはしますけどね。リンヤさんもお腹をさするって寝る？私はその温めるっていう意味で触りますね、うん、まあそうね、お腹冷えてると寝づらいというか、うん、冷え性の人寝られないって言いますけど、うん、でそれででも別に困ったこととかは特にないというか、なんかあのみんなでさっきの映り込んでる時にこうなっちゃってるのが困ることぐらいですよね。それぐらいです、うん、はい、まあ、止めるほどの癖でもないしね、うん、なんかね、うん、じゃあそれでは、注目のみやみちゃん。いやそんな注目じゃない。注目じゃないですか100回ぐらいやっちゃったこと。普通なことです。せーの、はい、ドン。チューニング。あー普通だった。あ珍しい。あ普通だった。珍しいって言われてるけれど確かに、まあ、チューニング、でもチューニングってさ人によってあのチューナー使う人もいればもう耳だけで相対で合わせる人がいるじゃないですか、うん、なんかあの耳だけでやってた時もあったんですよ、うん、でもやっぱりちょっとあの三弦あたりが分かんなくなってきて、うん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 、でチューニングのするやつ使います。あのチューナーはどのタイプ？ここにこう挟むやつ？挟むタイプと、うん、本番はあの踏むタイプのやつです。なんかあの手の落書きのが気になるんです。本当だ。何？え、どれどれ？さっき始まって手に落書きしてしかも爪もですよ。手も爪も？あ、本当だ。しかもマッキーですよ。マッキーで。右左も右も？うん。え、どうしたの？これなんか人形劇とかやってたの一人で？いや、可愛いなと思って描いてたら足りなくなっちゃって皮膚にまで描くように。ごめん、かわいいなと思って描いてたら足りなくなって皮膚にまで最初爪に描いてて、あ、爪はもうどうなっちゃったの？爪ももっと激しく。え、全部顔違うの？あ、爪にも顔？めっちゃ面白いね。めっちゃ面白いって言ってもらってますよ。かわいい、うん、ちなみに誰かの自己紹介無視しながらあの人描いて、描いてあげる誰か描いてあげる、ね、描いてあげるかもしれないけどごめんね、アイドルとしてネイルとか綺麗にしてる人とかかえって迷惑だと思うんですよ。ああ、みんなミュージシャンだからね、そこはむしろ爪はネイルとかできない、うん、あ、やってる？あ、あ、でもまああのいわゆる弦楽器じゃないチームですからね。弦楽器じゃないチーム、うん、だからギターチームはできないですもんね。そうです、 1回でもう消えちゃいます。1回で消えちゃう、うん、ネイルやりたい？やってみたいんですけどめんどくさそう、なんか、うん、ケアとか確かにだるってやらなそうな感じはするね、うん、なかなかこうね、お団子あげてる時とかもネイルいっぱいとか、お団子あげないか、お団子刺してるだけでしたっけ？いや、お団子は焼いてる。あ、焼いてるだけ。すごい、焼いてるんや。あ、お団子屋さん。あ、はい、わかりました。すいません、じゃあここまでで、とりあえずアンケートの方は、締めさせていただいて、続いてはクイズ。はい、はい、じゃん。はい、ポニキャンアイドルクラブの MC 吉田アナは、仕事の都合で MC をお休みするかもしれないということが1回だけありました。結局その話はなしになったのですが、その際吉永の代打が検討され、オファー寸前まで行った人がいるんですが、それは誰でしょうか？分からん。聞いたことある？いや、だから聞いちゃダメでしょそれ。そどなたですかっていうのをあの予想で
当ててもらうというやつですね。うん、代わりに、なんか代わりに僕が遅れた時にやってくれたのは確か川村さんがやってくれたんですよね。そうね、川村ゆいさんがやってくれた。梅子さんじゃないあですか。え、でしょ、そうです、え、違ったっけ。そうだよね、代打で違うのか。遅れた時はそう、もう代打でやってくださいって言ったら梅子さんしか。ヒント、アナウンサーさんですか。どうします、初めノーヒントで言ってみましょうか。初め自由に、お湯を出すって。わかりました。なんかとりあえず思いついた人が書いてもらったら、これ一応プレゼントかかってますからね、一応用意してますからちゃんと。プレゼントって何なんですか。そういえばなんでそれ言わないんですか。甘いものだって。甘いもの今食べたいわ。ちゃんとスイーツ、ちゃんとスイーツでしたね。試食させてください、試食。試食ってもうすでにそれ、もうその瞬間にゴールだよね、それも。まあ、最終的に誰も出なかったらみんなに多分なんか配られたりするんだと思うんですけど、優しいからスタッフが持って帰るかもしれない。じゃあ、あの、大家さんかけました。はい、はい、じゃあ大家さん、誰だと思いましたか。はい、松井玲奈さん。あ、いや、それどう考えてもこっちの方がいいでしょ。オファーして受けてくれるぐらいだから。あ、そっか、うん、はるかに忙しいし、はい、しかも ね、みんなも玲奈ちゃん見たいと思うよ。うん、ね、見たいと思う。さあ、そして、みなみちゃん。全然浮かばない。小坂さん。あー、ありそう。小坂さんじゃない。そういう、めっちゃありそうだけど小坂さんではないんですよ。確かに。でもそれもし小坂さんとしてピコ太郎ブレイク前後でだいぶ環境違いますけどね。今無理ですもんね。今そうだよね。でも大家さんそうだよね、一緒やってるでしょ、一緒にラジオ、ね、小坂さんはあのポニーテンアイドルクラブのラジオでも結構こんな感じの場をお世話になってたり、うん、あの番組日本放送でもやっててくれましたからね。はい、うん、じゃあ続いて、はい、はい、林さん。菊池亜美さん。あー、わかるけど、アイドリングさんとかもあったからかなって思いました。お、あの、確かに司会とかできそうな感じの人じゃないとね。はい、うん、え、違うのか。ちなみにみんながいろんな予想を勝手にしてます ね、すごい、マックス松浦とか謎のコメントが。あとは、あ、なるほど、これは、あ、それでは、浅野さん。クリームシチュー上田さん。そんなギャラの高い人。いやいやろ。めちゃくちゃギャラ高い。すごい上の方来ましたね。まだ答えてない、いるかな。新原さんまだ。はい、はい、カルベさん。あ、なんか、あの、あってもおかしくなさそうな感じは確かにするな。じゃあちょっとヒント出しますか。はい、お願いします。はい、行きます。じゃあ、ですね、あ、なんだって、この人と深い関わりのある人が今日の出演者の中に3人います。分からん。今前にいる人では1人。え、誰かいます。ちなみに誰が関わりが深いかって言っちゃうとバレちゃう。あ、そう、3人。3人だから全くみんな縁がない人ではなくて、あともう一つ言っちゃっていいですかね。芸人さんで3人。はい、あ、では、はいっていうふうに言ってますが、伊集院さん。だからさ、似てるよ、絵が。また絵が似てる。すごい。3人え、違うのかな。関わりのある芸人さん。はい、はい、じゃあそれでは林さん。バカリズムさん。あ、それもアイドリングですね。アイドリングのものなんて、すいません。すいません。何人組の芸人さんとかもダメですか。それは言いますか。一応ソロで。ソロ、ピン、一応ソロ。誰。あ、お、分かった。佐藤さん分かったっぽい。じゃあこれ全員答えたから、もうあとは挙手で分かった人がいたらその人にプレゼントあげます。じゃあ佐藤さんが分かったっぽいんで。待って、ソロですよね。ソロ。ソロじゃないかもしれない。誰。言うだけ言うだけ。言うだけ言ってみましょう。インパルスの堤下さん。だからインパルスのって言ってるじゃない。ソロじゃないや。ソロじゃないや。めっちゃソロじゃなかったよ、もう今。はい、あ、じゃあ、あの、まいこちゃん。想像で言っていいですか。もちろんです。あー、確かにすごいソロっぽい感じはめちゃめちゃ出てるけど、劇団ひとりさんじゃないそうです。はい、渡辺さん。菊池さん。あー、ポテト少年団ね。ありそう、ありそうだけど残念ながら違いました。菊池さんじゃないです。それでは浅野さん。クロちゃん。あー、アイドル好きな芸人さんといえばね。あ、知ってますか。あと安田大サーカス。誰が。分かったかもです。あ、佐藤さん。長野さん。あ、あの、こう、グレープ、あの長野さんね。長野さんね。長野さんも確かにここでここのステージ立ってもらったことありますけど。違います。お、西村ひろちょ。誰私、聞いたことあるんだっけ。D
で歴史をなんか歴史をロマンチックロマンチックの人ですよね。あ、なんか見たことある気がするけれど、ごめんなさい、僕は残念ながらわからないんですが、その方じゃないです。うん、誰が、この今前に座ってる人の中でもその人と関わりが、うん、が一人いるって。誰か一緒に仕事してる。その3人の名前知りたい。誰と誰と誰ですか。誰かいそうってコピー。はい、関係があるのは西園さんと、ないない入らない。あと、あ、もう西園さんで分かった。分かった分かった。ちょっと今、まゆこちゃんのがちょっと早かった。まゆこちゃん、あー、残念ながら違います。はい、わかったわかったわかった。考えてみよう、スギちゃんって言われてからさ、今あのガンビクの衣装を見てちょっとスギちゃんっぽいなって言われて。はい、じゃあ大家さん。ゴージャスさん。正解。なんだ、サンミュージック、サンミュージック。そう、サンミュージックですね。で、ゴージャスさんは高見さんと番組。ゴージャスの方が、ゴージャスの方が、いや、まさか自分だとは思わなかったね。でも、リュージョンやってくれたらいいってもんでもない感じがする。誰が見てるかわからん動画ね。はい、こら、それが、リテールは高校で見たことある。 YouTuber すごいからね、100万再生ですからね。で、ゴージャスさんはサンミュージックさんの、アイドルともお仕事もしてるので、アイドルに優しそうなのでオファーしたという。あ、なるほど。アイドルに優しいことが重要なポイントなんですね、これね。めっちゃいい人ですもんね。はい、じゃあそして、商品は先ほど甘いものという話をいたしましたが、はい、見事正解の大家さん。ありがとうございます。チャンスがありました、ね。甘いものどうしましょうか。1番から6番まで選んでいただくと出てくる。そんなにあるんですか。ぐらいにはあるそうですよ。何、うん、6番まで。番号は何番でしょうか。2番。2番、2番の商品を。さあ、押せる運営でおなじみの坂本さんが。いや、かわいい。今日もかわいい。なんだろう、あれ。今日もかわいい、坂本さん。今日もかわいい。なんだろう、あれ。オッケーオッケーオッケー。あ、すごい。ドーナツを、これセットで、もっと。あ、セットでドーナツ。1個。おめでとうございます。すごい。すごくない。じゃーん、ドーナツ。いい具合に自分のグループだけで行くか、社交的に他のグループに使うか迷う個数。そうですね。じゃあじゃんけん大会で後ほど、ね、お届けしましょうか。はい、じゃあそれでは、曲に行かないで最後のグループに入れ替わってもらっていいですかね。じゃあすいません、時間もだいぶ押し迫ってまいりました。はい、では、次のグループの方に、変わってもらいたいと思います。お願いします。はい、すごい、すごい、当てちゃった、すいません。すごい、塗りコピー当てちゃって。俺の坂本さんというコメントが超流れてる。なんかあったら代理の MC は坂本さんにお願いしたいっていう意見が。なるほどね、うん、いやでもこんなにいいお菓子もらえるんですね。あ、ちゃんとした。みんなあんまりうまい棒とか、うん、なんかその駄菓子屋さんとかで売ってるやつかなと思ってたかもしれない。っていうレベルではなかったみたいです。普通になんか東京駅とかで売ってそうな、うん、ちゃんとした、うん、そう、東京駅とかで売ってそうな、あの持って行って恥ずかしくないやつですね。そうですね、うん。じゃあ最後のグループに対しての質問に行きたいと思います。はーい、はい、じゃあ最後のグループへのアンケートこちらでございます。じゃん、はい、これからの人生であと100回はやりたいと思うことは何ですか。あ、なるほど、うん、まだやり足りてないぞということを、うん、じゃあ大家さんから教えてもらいましょう。はい、じゃん、海外でライブ。わかるね。100回はやりたいだもんね。そうです、うん、去年、もっと去年どっかでやってましたね。去年の夏フランスに。あ、そこそこか。で行かせていただいて、私たち海外でのライブ、それが初めてだったんですよ。今までどこも行ったことなくて、あんな楽しいと思ってなかったので。うん、すごい良かった。何が楽しかったんですか。プライベートの時間が多かった。そっちかい。おい、そうか。でもお客さんもすごいノリが良くて、全然違ったね。もうずっと女の人とかもノリノリで、バラードの時とかも、うん、女の人は、はい、うん、もう日本の乗り方とはまた違う感じとか、ね、日本からついてきてくださったファンの方がその場でもコールを教えてるんですよ、うん、現地のファンの方に。いい話だね、うん、だからまた行きたいなって思いました。うん、じゃあ続いて高見さん行ってみましょう。はい、100回やりたいこと、じゃん、ポニキアイドルクラブさんですね。やっぱりコビ売り始めたね。いや、やっぱり、いや、もっと100回以上やっていきたいなと思うんですよね。いや、うん、私の原点っていうのはやっぱポニキアイドルクラブにあると思ってるんですよ。はいはいはい、そうですね。だからこそ、あの、ここのニコ生だけでとどまりたくない。そうですね。 CS と行って、うん、次あの地上波の番組に行って、うん、
で、そしたら負け、まあ、皆さん曲負け局さんで授かってもらってあ、フジテレビさんですね、はいはいはい、フジテレビさんの深夜ぐらいでレギュラー番組とかに昇格したいなと思うんですけど、はいはいはい、そうですね、レギュラー番組といえばですよ、うん、私たち、ベビーレイジャパンはですね、はいはいはい、毎週深夜日曜日25時5分から、テレビ東京さんの方で浅草ベビーキューというのが始まりました、はい、ナインさんと一緒に浅草でロケをしながらバトルしております、はいはいはい、ぜひ見てください、うん、よろしくお願いいたします、うん、お願いします。すごいね、もう新しい名前で小耳直っていう新しいキャラができてますね、すごい強烈に今巻きがめっちゃ出てます、アットマークめちゃくちゃな数の巻きが出てます、すごい台風台風めっちゃ巻かれてる、じゃあそれでは続いて、沖口さん行ってみましょうか、はい、はい、部屋の模様替え、この前部屋の物替えしたんですよ、まあ、みんながあまりにもここのところがよくできた答え、そしてもうほぼネタとしか言いようがない人と普通にプライベート出てきたんでびっくりしましたこの前部屋の模様替えをしてテレビの位置も全部変えたんですよ、ほんならなんか生きてるのが楽しくなってきて部屋違うだけね、風水だ風水、楽しくなってきて、だからあと100回ぐらい変えたら100回楽しみが増えるんじゃないかなと思って、でもやったらさ今度はすごい悪い仮想になるかもしれない、その時はまたもう変えて100回目の道を着実とベストバランスを探し続けます。でも今明るくなったんだったらもうそれでいいんじゃないの、うんうん、そうだよ、いやでもなんか多分あと1週間ぐらいしたら飽きて飽き性かすごい飽き性なんですよ、すごい、ね、3日坊主なんで、そうなんですよ、ちょっとテレビの位置とか180度変えてみたいなとかも思ってるんで、へえ、いろいろ試してね、はい、いろいろ試して、一人暮らしなの、一人暮らしです。え、そうなんや、大変だ一人暮らし反対派反対派出た、大変大変、寮暮らしの皆さん大変寮が快適、うん、おいで来たことないよ、いつの間にやら、レプロに僕疲れちゃったのに、本当になんでボックスさん寮ないんでしょ、寮ないというね、寮母さん、寮母さんのご飯あるよ、あれよ、素敵のもう家で一言も喋らないんで聞かれないで、レプロってボックスはこのまま連れて行かれそうな感じで勧誘してる、ボックスで頑張ります、あ、まあ、でも頑張ってんだね、結構一人で、はい、頑張ります、一人暮らしで、じゃあそしてじゃあ最後まいこちゃん行ってみましょう、なんか具体的なことを決めれなかったんで、うん、はい、自分の納得できる、かっこよすぎるだねバンドマンみたいやん、バンドマンだけどねみたいっつうか、なんか一個一個自分が納得できる面白いことだったりなんだったりやっていけたらなって、うん、どうしたの、うん、突然青年の主張みたいな番組で、違う、なんか分かんないけどそういう風に思いました、今思っていることを素直に書くとそうなる、21と思え、一番じゃあ逆に言うとどうでもいいことにはもう納得もないわけじゃない、うんうん、でいやこだわってることがあるわけでしょ、でこだわることにしか納得って出てこないじゃないですか、いやなんかやっぱ自分ドラム担当なんですよ、それで多分一生ドラムに対して納得することできないんですよ、かっこいいなっていう話を最近同業者の人として、同業者の人そう、うん、先輩とかとして、うん、あ、そうだと思って、じゃあ他にもいっぱい納得できることを作ろうと思って、うんうん、ね、今ね大谷さんが強めの打撃を見せたんですよ、何ですか、亀谷さんで、かなりバスンって叩いてたんですけど、なぜかというとさっきね高見さんにほら巻き出してたじゃないですか、うん、真子ちゃん、今高見さんは鼻歌を歌ってます情熱大陸風、あー、しばくぞ怖い、もうしばかれてる、もうしばかれてる、怖い、さてじゃあ次行きましょうか、じゃあ次最後の今日出題ね、よっしゃ、じゃあそれ行きますよ、前のドラム急やねん、ここジャングルみたいになってますよ一番前の列ジャングルみたいになってそうなの、かなりなんかこう野生の戦いが繰り広げられてる中で、よっしゃ、でもおぎるさん、おぎるさん、あんまりそういうの似合わないからやめたほうがゆうなちゃんやっぱ優しいから、普通なんで周りに合わせるのが一番無難やと思ってるんで、いや周り合わせたただのゴリラやから、ね、あの人ただのゴリラやから、今ね戦いの平均値上がっちゃってますから、ね、じゃあいきますよ、はい、じゃあ最後はこちら、じゃん、はい、ポニキャンアイドルクラブ100回を迎えましたが、この番組の MC 私吉田のフルネームを漢字で書いてください、今台本があった、怖っ、わかります、わかります、本当ですか、ちなみに、わかりますっておっしゃってますけども、この問題昔出した時に誰も正解してないですか、わかります、2回目、すいませんコメントの人に先に言っとくね、吉田豪ではない、今コメントの人ですけど、アイドルの人ですけど、豪ではない、いやこれめっちゃ自信ある、どうしよう、
あ、そっか、ティーさん一緒だったか、そういえば。そうそうそう、そう、まいごちゃん名字同じですからね。そうですよね。ね、意外に吉田という名前のミュージシャンがいることに気づく。わからん。わからん。あとさ、あのちゃんと吉田剛さんのことを吉田光雄って書いてる人もいますけど、それも違いますから。うん、わからん。台本見てたのに、さっきまで台本見てたのに。台本には書いてないですよ。基本的には台本にも吉田としか書いてないです。そっか、書いてないです、ええ、うん、あ、じゃあわからんわ。うん、じゃあそれとは、いや、じゃあわからんわ。じゃあじゃねえよ。わかりゃいいんだよ。じゃあわからんわ。わかりゃいいんですよ。やってるでしょ、毎週水曜日一緒に。まあ 今ね出てくれてますからね、うん、出てくれてますけど、確かにフルネームあんま書かないね。ヤッピーさんしか言わないんですよ。でしかも漢字で書くと読めない人もいるので、うん、僕の場合は、うん、わざわざ書いてなかったですね。これ惜しいな、絶対。じゃあ大家さん最後にしましょうか、この順番は。確かに、うん、じゃあ同じ吉田生、まいこちゃんから言ってますか。はい、はい、僕は何でしょうか。僕は何でしょうか、ね、どういう、うん、待って、似てる。これすみません、なんて読むんですか、これ。ぽいぽい。これでなんて読むんですか。なおすけ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 。はいはいはい。何か今この瞬間にものすごい、あの、何かを求めている人がいるけれども、あえてスルーしましょう。わしわし。さあ、すごい。まゆこちゃんとの間の闘争心がすごい。じゃあ沖口さん行ってみましょう。はい。吉田ひさのり。もう一回言いましょうか、沖口さんもアシスタントやっててください。私も思ったんですよ、だから知ってるかなと思って。いや、ちょっとでもこれ結構自信あったんですよ。有利じゃん、だってめっちゃ有利です。そう、有利。いや、有利です。有利です、わかりました、有利です。じゃあ高見さん行ってみましょう。高見さんどうぞ。はい、惜しいって。かっこいい。足りない。嘘。吉田何。吉田三つなり。これで三つなりって読むの。これで三つなりって読むんだ。当て字。当て字。当て字か、三本の矢が刺さってるし、ね。さあ、じゃあそれでは最後、はい、大家さん。じゃん、吉田ひさのり。惜しい。惜しいね、ゆり。もう一回やらせてください。もうだって。もう一回やらせてください。もう一回やってみます。わかった。わかった。え、だってギカの見てやん。もういいやん。もういい、そうそう、もういい、俺もね、もういい気がする。自由回答で、じゃあ書いてみて、書いてみて。あー、正解。めっちゃ惜しくない？めっちゃ惜しい、めっちゃ惜しいです。ちなみに、大家さんのあの宛名で郵便物届くんで、別に構わないじゃ構わないんですけど、残念ながら正解ではないですね。っていうか、あの、100回やってまだ一人もアイドル正解ない。一発正解が最後までなかったね。じゃあ商品、これ高見さん正解扱いでいいんですか。じゃあ高見さん正解扱い。え、ちょっと待って、高見さんもう一個言っていい。それで俺なんて読む。三つなり。違う。これで正解でいいんですか。まあ書ければいいって。これなんて読むんですか。ナオキ。確かに。ナオっぽいよね。俺多分ね、言ってると思うんだけど、オープニングで。じゃあ名前分かる人。はい。あ、結構いる。すみません、僕本当に分かってるかな、大丈夫かな。だってみんな分かってそうだけど、自信なさそう。この中で一番違ってる可能性がある。あやきちゃん、僕はなんて名前ですか。吉田久典さん。あ、よかった、当ててました。これで久典って読みます。すげー。すげーじゃねえよ。難しい。漢字が覚えたんですよ。そう、漢字が覚えてなかったです。そうそうそう。結構足りてなかったですよ。やだ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 。まあとりあえず、ね、まあ、なんかあやきちゃんもなんか正解にしてももう良さそうですけど。確かに、うんうん。じゃあとりあえず、高見さんで番号。じゃあ1番から6番で、2番はもう出てるんですよね。はい、はい、2番以外。1番から6番。1番。1番なんやろ。1番いいか、一番大したことないから、どっちかの感じがします。わー、確かに、ね、同じだろう。同じ列やから分けて、お腹減ったから。同じ列やからな。なんやろ。高見さんにマフィン。マフィン、おいしそう。おいしそう、マフィンいただきました。すごいおいしそう。にいいお菓子やな、うん、いやー、ポニーケニオさんずっと続いてほしいと思います。高見さん、もうさっきからね、なんて言うんだろうな、褒められて嬉しくない人ナンバーワンですよ。はい、じゃあそれじゃあそろそろエンディングでございます。はい、今日はあのプレミアム会員限定放送もありますからね。はい、じゃあ、エンディングなので、お知らせからいくと、先輩からだから、ベビレからですね、この番組に。はい、じゃあお願いします。そうなんですか、先輩から。だってこの中ではね、あのほら、なんかこの番組に参加した順。あ、はい、じゃあお願いします。前の2人が持ったのかも。あ、でも
どっちもいいですよ、うん、あでも一緒になっても大丈夫ですよ。はいはい、あじゃあ言います。はい、5月10日、新曲バキバキ発売します。おありがとうございます。さっき見てもらいました。はい、約1年ぶりのシングルになっておりまして、うん、DVD も昨年行った赤坂ブリッジのライブの様子がもう結構たくさん収録されています。はい、ぜひぜひボリューミーなシングルになっておりますのでチェックしてください。お願いします。よろしくお願いします。そして6月24日ワンマンライブを開催します。そう、ね、千葉県の稲毛海浜公園野外音楽堂にて行います。ただいまファンクラブ先行受付中です。チケットが、私たちのファンクラブ登録無料なのでぜひ登録して皆さん6月24日遊びに来てください。お待ちしてます。お待ちしております。以上です。はい、じゃあ続いてサンミューかな。はい、はい、サンミューの定期公演銀座で会いましょうが5月12日からスタートします。18時半オープンで19時開演です。ヤマハ銀座スタジオで行います。ぜひ来てください。はい、はい、そして今週末の土曜日4月22日に西原さんで出演させていただきますアコースティックライブルミナス代官山ループでお昼の12時半からスタートです。うん、ぜひ遊びに来てください。他の現場と回しやすいやつですね、うん、はい、めちゃめちゃあの、うん、自信ありますとか言って。おおはい、ぜひ楽しみにしててください。はい、お願いします。じゃあそしてガンビクかな。はい、ガンバリビクトリーは2017年5月20日赤坂ブリッツで、ガンビク史上最大キャパのライブハウス赤坂ブリッツ言ったっけ言った、あ、で、ワンマンライブやります。イエーイ。ちょっと5月20日先なんですけども、ぜひチェックし、ホームページ等チェックして遊びに来ていただきたいのと、そのガンビクの 赤ぶりに向けてといいますか定期公演を行うことになってまして、4月22日ですね、土曜日蔦屋オーネストさんでお昼のイベントになりますので、ちょっと早いんですけど11時30分オープン12時スタートでぜひぜひ遊びに来ていただけたらなと思います。そして今月29日は大阪で炭鉱人とツーマンがありますので、そちらもぜひ遊びに来ていただけたらなと思います。お願いします。すみません、その書き方だと俺的な人が何かワンマンやるみたいな似てる人ガンビクアカブリでございます。はい、ぜひ遊びに来てください。はい、っていうのと、あとみなみちゃんが今もうポスター持ってる後ろの表情がちょっとなんかすごい意味深すぎてすごかったで、なんて言うんだろうな、ホラー映画のオープニングみたいな感じ、うん、やだ、ね、嫌なの大丈夫ですよ、怖くないよ。こうで、ちょっと今のこれでなんかずっと、ごめんなさい、すっ飛ばしてください。またなんか謎の行動だなと思って、すっ飛ばしてください。いいんです、それでそういう行動を取り続けてくれるのがいいところですから、うん、じゃあ、続いてはマジパンですか。はい、4月の21日に島全部で大きな祭第9回沖縄国際映画祭カワイアン TV プレゼンツスペシャルステージに出演させていただきます。すげー、沖縄の波の上 海空公園で出演させていただきます。あれ、何これ、もう沖縄に行くことが羨ましいの。それに前乗りなんですよ、前乗り。はい、カワイアン TV 出てるのに。同じ扱いじゃない。あのレギュラー終わるんですよ、今月で、カワイアン TV、うん、だからそれだよ。次のね、マジパンだよ、その差ね、フレッシュさね。はい、沖縄にすごい初めてマジパンで沖縄に行くので楽しみです、うん、頑張ってきます。いいっていうのと、4月の30日にサンシャイン栄さんの、B1 グランドキャニオン広場にて13時からマジパンのイベントが開催されます。これサンシャイン栄さんとコラボでちょっとお買い物3000円以上お買い物してくださった方 ちょっと抽選でチェキとか特典会があるので皆さんぜひ遊びに来てください。お願いします。地元じゃないですか。待ってます。いや、名古屋です。あ、名古屋か、ごめんなさい、栄、はい、栄です、はいはい。じゃあそして、これでお知らせは、グループからは以上かな。はい、以上です。はい、グループからは以上で、ポニキャンアイドルクラブ今日100回記念の視聴者プレゼントありますからね。はい、はい、ポニキャンアイドルクラブの公式ツイッターをフォロー&、そして欲しいプレゼントのツイートをリツイートすれば応募完了、公式リツイートのみですが、全部のプレゼントに応募してもらっても構いませんということで、たくさんのご応募お待ちしております。お待ちしてます。プレゼントは今日の出演者の集合写真チェックと、各クラブの
各クラブじゃない、はい、各チームの、チームの学校やないですか。本当にそんな気持ちになってきちゃった。各グループのですね、あのメンバーのサインが入った、はいはい、もう去年のポニキャンアイドルクラブ感謝祭のね、T シャツでございます、はい、というのと、あと、大家さんが水曜日にミューコンプラス出てくれることも含めて、はい、ミューコンプラスは今週1週間ずっとあの獣フレンズ特集ですので、そうですね、はい、流行り物大好きな人は聞いてください。聞いてください。林、はい、さんも大好きというね。意外なところで、照れましたね今。真っ赤や。アニメあんまりハマらないと思ったんですけど、うん、サーバルちゃんにはもう一目惚れしてしまいました。若干ディズニー感あるっちゃあるかな。ちょっとあるかもしれないね、まあ、ということで、はいはい、ここで、レギュラー企画は終わりなんですけど、この後、はい、プレミアム会員限定放送がありますよというのと、あと、はい、すいません、次回ありました、やっぱり。あります。最後書いてありました、5月1日の月曜日。はい、はい、ました。さっきの高見さんの100回続けという主張もこれで、うん、あと100回は出たいという主張もこれで続きますので、はい、2週間後の5月の1日分もタイムシフト予約とかしていただくと嬉しいです。それではレギュラーはここまでで、はい、進行はこの後大家さんにお願い、ね、任せてください。お願いします。じゃあ100回目も見てくれてありがとうございました。ありがとうございました。100回見てくれてる皆さん、ありがとう。そうじゃなくても今後もよろしく。末永くよろしくお願いします。全然響かない。全然気持ちに響かない。はい、皆さん改めましてこんばんは。ここからですね、ニコ生のプレミアム会員限定放送となります。このプレミアム放送では毎回担当者が話のテーマを決め、そのテーマについてみんなで話していきたいと思います。というわけで今日私が考えてきたテーマはこちらです。なんだ、一番印象に残っている放送は何ですか。ありますあります。100回やってるからね。そうやね、うん、皆さんどんどんもう挙手でバーって喋ってっちゃってください。はい、はい、高見さん、有楽町で、あのニコ生本社さん、うん、有楽町の方のスタジオで、あの万門さんと初めて会ったのかな、うん、その時もなんかこんな感じやったっけ。そう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 、で半蔵門、半蔵門、半蔵門、東京駅のところですね。あ、そうそうそう、でなんかすごいわちゃわちゃしてたのすごい印象に残ってますね。おー、うん、めっちゃ可愛かった万門さんが、うん、ね、また来てほしいですね。ね、うん、今日いらっしゃい、ね、お忙しいね。お忙しい、ね、お忙しいね、やっぱり、ね、お忙しいね。裏切ったわけじゃない、そういうわけじゃない。よかったよかった。ありますか。はい、ありがとう。具体的にこの回ってわけじゃないんだけど、うん、そのアイドリングさんのサマーライオンのミュージックビデオをここあのなんだろう、収録、うん、放送のスタジオで見てたの、すっごく印象に残ってます。お、うん、好きなの。好き、すごく好き、ね、だからあの TIF で踊れてすごい楽しかった、嬉しかった。ですって、サトレナさん、あの実はアイドリングって早いな、入ってくる子がサマーライオンめっちゃ歌うから、うん、メンバー好きな人全然いないんですよ。逆に逆にね、なんか歌いすぎるとちょっとっていうのないね。あー、分かるな。ぶっちゃけみんな、あ、またサマーライオンかみたいな。盛り上がるか、盛り上がるけど、もう疲れるし、ずっとこれそう、ちょっとみんな苦手意識が強いけど好かれてて嬉しかったです。すっごい好きな曲です。嬉しい。他ありますか。はい、あ、せにゃん、あのここで波動、波動、波動やった、やりたかった、あのゲームのやつ。そう、なんかなんだっけ、 VR、 あー、ゲームやりたかった。あの時の商品ジョジョ園だったんです。え、そう、ジョジョ園のなんか金券みたいな。優勝さん誰ですか。バンボンさん、すごいね。すごいわ、すごい。今ジョジョ園でしょ多分。なんでね。そっか、ねなちゃん、やっぱりヨッピーさんの寝坊の映像は頭から離れないです。怖いよ
ね、ほんまに怖い。私はその時いなかったんですけど、うん、この間あの結構最近に流してもらったやつは、うん、帰りの電車でもこう忘れらんなくて、うん、ずっとニヤニヤして帰りました。あーすごい、すぐに土下座してきたタイミングやった。あの夢に出てくる怖さやった。テレビに映っちゃあかん人でしょみたいな。懐かしい。他ありますか？はい、うん、あ、じゃあ2人、じゃあマイクに。アーキディが出たこと前出たんですか？え、出た、ヒゲが茶色いって言ってた。なんか動画止まったかなんかで、うん、なんかすいませんでしたっていうので一瞬出て。へぇ、謝ったんですか？ちゃんと謝れるんですね。当たり前じゃないですか。サトレナちゃん あの似顔絵がすごい似てたって。そうだ、別に書いて、本当に似すぎていいねツイッターのストーリーに全然来なかったんですよ。やばい。また書いてほしいですね。じゃあ最後サトレナちゃん。はい、私がアイドリング入って、うん、すぐにヨッピーさんと2人だけの時があったんですよ。 あったね。そうで、私その当日まで知らなくて、だからすごい放送事故だったなって思って。すげえ面白かった。どんな話したの？なんか覚えて、聖徳太子についてみたいな。ちょうど前ぐらいハリーポッターの話。ママハリーポッター、ね、大好きな。それを YouTube でなんかママが見てて、ずっといつも一人で笑ってて、うん、今でも見てくれてる。今でも見てて、あるんで見てください。お願いします。ということで、まあ、あの100回続けられたのも ね本当に皆さんのおかげです。ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、まだまだこれ最終回じゃなくて続きますので、はい、これからポニちゃんアイドル、そしてこの番組、うん、ポニちゃんアイドルクラブの応援をよろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、ありがとうございました。バイバイ。バイバイ。あ、5月1日。